今からポートライナーに乗るんですけど、行き先を見てみるとこちら朝しか見れない計算科学センター行きが来ているようです。今から神戸空港行きたいんですが、一駅前で終点のようです。今日はですね、こんな珍しい乗車券を使っていこうと思います。今三宮駅を発車して左側には JR 三宮駅を見ることができます。ちなみにポートライナーはすっごい混んでました。この電車は医療センター市民病院前神戸空港行きです。次は貿易センターです。神戸港を見てみると大きな船が停まっております。こちらはノルウェージャンジュエル号、アメリカのノルウェージャンクルーズラインが運航するクルーズ客船で2005年に作られたものだそうです。ちなみに僕は2005年生まれ、今年で19歳になる年となります。全長294メートル、船幅は38メートルにもなる大型客船、そして最近リニューアルされたもののようですごい綺麗でしたよ。そんな巨大クルーズ船を眺めて空港を目指していきます。先ほどポートライナーの券を買う窓口にかっこいいのがあったのでもらってきました。神戸電鉄6000系のカードですよね。今回はベイシャトルポートライナーセット券を買いました。今日は快晴ですね。ベイシャトルは片道1880円ですが、三宮の窓口にて買いますと同じ値段でポートライナーの三宮から神戸空港間の乗車券がついてくるセット券がお得です。次の停車駅は終点の神戸空港。さて、動画奥に見えるこちらの船がベイシャトルの船でございます。神戸空港と関西空港を海の上から大阪湾を使い横断する高速船でございます。神戸空港を降りて3分ほどのところに船のターミナルがあります。ここまではですね、バスもあるんですけども、まあ無料バスがありますが歩いた方が早いみたいな感じですよね。この船に乗るのは人生では2回目、2年前ぐらいにですね1回だけ乗ったことがあります。こちらがセット券の中身。このセット券を入れるですねケースのデザインがすっごいかっこいいんですよね。このベイシャトルの券にポートライナーもセットとなっているわけです。さて、空港から高速船の乗り場へは両港ともに連絡バスが用意されております。乗船していきましょう。右側に見える船に今回は乗っていきます。乗船の時に QR コードを係員さんに見せるだけで、いいらしいです。船は空号、海号、風号の3種類が在籍しておりまして、今回はこちら海号に乗っていきます。高速船らしくいろいろね諸注意がね他の船よりも多いような印象です。全110席のうち8割が埋まっていた印象です。乗船してすぐに離岸を開始します。ご利用くださいまして誠にありがとうございます。この船は神戸空港海上アクセスターミナル桟橋を出港し、関西空港ポートターミナル桟橋に向け運航しております。航海時間はおよそ30分を予定いたしております。お客様に船内のご案内を申し上げます。おタバコは関空特急はるかのチャイムみたいな音がしますね。今日はすごく快晴、先ほども言いましたがとても穏やかな海でございます。神戸港は日本を代表する貿易港でありまして、毎日多くの貨物船などが往来しております。コンテナを移動させるクレーン、ガントリークレーンっていうんでしたっけ、そして海のキリンとも呼ばれます。もうたくさん見ることができまして、奥の方にはですね神戸市の中心部をね見ることができます。多くの貨物船が見えてまいります。この船にはね UN と書かれていまして、これ国連かなんかなんかなと思ったんですけど、 UN は国際連合の略、船舶においては UN 規格というのがあるそうで、後で調べたら危険物を輸送する際国際的に安全に輸送するための国際基準みたいな感じになっているらしいです。よくわかんないですね。あの船の UN がそれを表しているのかどうかはあまりわかりませんが、関連がありそうです。
ちょうどここで関西空港からほぼ同時に出発したベイシャトルがですね、神戸空港行きのベイシャトルを見ることができます。あれがですね、空号と呼ばれるものだそうです。両線とも時速50キロ程度で走っておりまして、相対的に見れば約100キロぐらいですれ違っていることになりますよね。そう考えれば海の上で100キロですれ違う、かっこいい。さて、また関空特急はるか号みたいなチャイムが流れて着岸の時間でございます。泉佐野の高いビル、これ臨空タワーっていうらしいんですけど、それが見えてまいりまして、空港連絡橋がずっと関西空港島まで続いております。以前連絡橋にですね、タンカーがぶつかった事故がありましたよね。確か台風が来た時だったはずです。空港島からの鉄道、またバスですね、それから車がですね、移動できなくなった時には、このベイシャトルがピストン輸送でこの関西空港に取り残された人を輸送したことでも、このベイシャトルは結構知名度をね、上げているらしいですよ。さて、一番最後に降りることになりそうですけど、こちら船内はこんな感じでございます。シートベルトもついている座席なんですが、またね、カーテンもね、申し訳程度についております。これ最後に降りるとですね、こういう景色を見ることができます。駐車券の無料割引もありまして、さて下船してまいります。今回お世話になった海号とはここでお別れです。この上のとこ、海上保安庁の船も見ることができました。ここからですね、バスに乗り換えていきます。この先カーブが続きますので、キャリーケースなどは横に倒して転がらないようご注意ください。 We are expecting curves up ahead, so please make sure your train case...空港内の輸送は南海バスが担っております。本当にですね、天気がいい。ここからですね、バスの営業所を眺めていきまして、空港第1ビル、そして4階の出発ロビーの方へと向かいます。関西空港は4階が出発ロビー国際線、そして、2階がですね、確か国内線の出発、そして1階が到着だったはずです。はい、こちら200って書いてありますけど、無料バスですね。200円取られるのかねと言ってる間に、このバスは間もなく第1ターミナル出発口に到着です。そして今回乗車していきますのは、こちらソウル行きの ZE612 便、イースター航空の路線でございます。イースター航空、この便に乗るまでは僕知らなかったんですけども、関西国際空港と、それからですね、韓国をですね、結ぶですね、路線がありまして、それにですね、今回乗っていくんですけども、出発は11時の50分、そして搭乗は11時の20分というふうになっております。保安検査を通らないといけないので、これも飲み干しておきましょう。大阪・関西万博のキャラクター、ミャクミャクさんです。最初はね、めっちゃ気持ち悪かったんですけどね、最近なんか可愛く見えてきました。制限エリア内に入ってきました。すっごい混んでましたね。やっぱりもうこういう3月とかですね、まあ、第5類に移行してからですね、初めての春休みですか、すごい人が多いです。そして関西空港からは多数の国際便が出ております。以前シャトルの動画を出したので、そちらの動画もですね、ぜひぜひご覧ください。これで空港内を自由に移動することができます。おお、これは T-Way Air ですね。あれも韓国へ行くんでしょうけど、こちらはボーイング777っぽいタイ航空の機体ですね。あ、トリプルセブンですね。すごいたくさんの航空会社が見れて、ここは非常に面白いです。関西空港はあまりですね、こう機体をですね、間近に見れるところが少ないわけで、ここは結構保安検査、制限エリアなので、よく見れていいと思います。さて、ここから乗っていくのは、このインチョン国際空港行きのイースター航空、もう搭乗の時間でございます。あれはですね、マレーシアの飛行機らしいですよ。初めて見た。そして今回乗っていく機体はボーイング737-8800でございます。運悪く通路側だったので、速度だけ測っておきました。やっぱり速いですね。加速がですね、鬼食いです。新幹線ぐらいのスピードが出て、間もなく離陸といった感じ。さすが韓国、ヒュンダイの広告があります。そしてこちらシートもヒュンダイ、そしてこちらシートカバーもヒュンダイでございます。そしてここにはですね、クイズがありまして、これ見た時ね、全く読めなかったんですけども、ヒュンダイの新しい電気自動車は1回の充電で地中島を何周できるかというクイズだそうです。ちなみに答えは4番の 2.5 周のようです。大体こういうのですね、一番長いやつ当てればね、いいらしい。正解したら抽選で地中旅行券がもらえるそうですけども、
このヒュンダイたちめっちゃ結構デザイン好きですよ。まもなく着陸なんですけどもですね、お茶のペットボトルがねへこんでおりました。これで気圧を感じることができます。もちろんね、あの機体にはですね油圧装置というのがついておりまして、それで油圧されてですね、本来よりはよっぽど圧力高い状態を保ってくれてるわけなんですけど、それでもですねうちの上の方ではですね 0.8 気圧ぐらいまで下がっているそうですよ。が地上に来ると1気圧ぐらいというふうになりますので、やっぱりペットボトルがへこむのもよく理由がわかりますよね。仁川空港に到着です。ハングルと英語以外に日本語でも書いてくれるとても優しい表記でございます。入国の前に第一ターミナルまでの鉄道に乗せられます。これ鉄道っていうのかな、なんかすごい無人運転っぽいポートレイナーみたいなのが走ってますよね。新交通システムみたいなので1分弱の乗車となります。いいモーター音です。この列車番号50と書かれてるんですけど、何の数字かはちょっとわからないですね。このつり革がバネみたいなのは韓国ロテムとかなのかな、韓国独特のなんか車両のイメージがあります。韓国ロテムの製造というふうにどっかに書いてあるかもしれません。さて降りてきました。車両ですね、これ見てみると4つつなげてるんですね。こっちのドアを閉めて向こうが反対側の第1ターミナルから第2ターミナル駅として反対向きですね、またね走るようですよ。さてバスの券を買ってまいりました。お前展開が早いよ、ごめんなさい、動画あんま撮ってなかったんです。バスの6015系統明洞行きでございます。ですがまだ時間があるんですね、空港をねうろちょろしてみようと思います。そしてですね、しばらくしたらすごい銃を持った警察官がいるんで、何の騒ぎなんだっていう風に見るとですね、すっごい有名人が来ましたよ。今何かと世間を騒がしております大谷翔平選手がちょうどですね来館した瞬間に出くわすことができました。この時はですね、大谷さんが結婚した数日後で、まだ水原さんがですね、いろいろ問題が起こる前だったはずです。そしてここからが面白いですよ。大谷さんのファンやね、報道の人がね、全力で突っ走っていくんですけども、なんか韓国に来たのに日本人が多かったですよ。気を取り直してバスに乗っていきます。この件は先着順のようで、なんか時刻を指定したんだけど先着順って書いてありました。どのバスでも大丈夫っぽいです。こういう適当な感じのところがですね韓国っぽいなっていうことですね。別に適当が悪いとかそういうわけじゃなくて、まあ合理的と言いますか、日本にはあんまりないなという、そんな感じでございます。明洞というのはソウルのですね本当にね中心部近くで、ソウル特別市の繁華街といった感じです。日本でいうとどうなんでしょう、秋葉原とかそういう系なのかな、いやそうでもないか、まあ観光地です。とりあえず音なくしてバスがやってきました。空港リムジンバスです。ヒュンダイ製のかっこいいバスですよね。これ右にグーッと入ってくるのが、はい、やっぱりこれ左ハンドルの車なんだなというのがよくわかります。無事バスに乗っていき仁川空港を出発していきます。このバスねめちゃくちゃ快適だったんです。さてバックは一旦後ろに下がってから出発していきます。バス乗り場を出発しまして、こちらにはリクライニングの、ね、ボタンがしっかりとついておりまして、このボタンを押すと後ろに下がることができるんですね。でしかもこの車両なんと3列シートだったんでめっちゃ快適でした。で足元の方を見ると若干狭いかなと思うんですけども、そんなことありません、荷物置いてるからですね。前にはこのようにフットレストまでつけていただいて、ご丁寧にありがとうございます。すごい快適ですよ。その辺の特急電車よりも快適かもしれません。そして右側にはね特に何もないんですけど、なんかいろいろ説明書きが書かれておりました。だいたい空港から明洞という都市部までは34,000ウォンします。34,000ウォンと言いますと日本円でだいたい 0.1 ぐらいのレートですので、3500円とか4000いかないぐらいでしょうね。謎のモニュメントを見ながらバスはどんどん空港を抜けていきます。今走っているところもまだ空港が、あるところらしいんですよね。空港の敷地内を抜けるのはもうちょっと先らしいです。そしてこのインチョン国際空港からバスで向かっていく韓国の首都、ソウル方面へ走っていくんですが、とってもですね違和感に気づくんですね。これ左側にですねこう車が走ってるということで、韓国は右側通行ですのでバスに乗っていても少し気持ち悪い感じがします。ここは少し、高速道路のような部分を走ってるんですけども、海外と比べれば日本は結構バスとか安いのかな。空港から首都までのアクセスの良さはちょっとここのバスに関しては悪いのかもしれません。だいたい1時間近くかかりました。さて、進行左側に見えます河川のようなものが見えるんですね。残念ながら鉄道資料を見ることはできなかったんですが、こちらがですねアレックスみたいな名前の、画面変わりまして、ここですね、これがアレックスとかいうような高速鉄道らしく、高速鉄道といっても普通の首都圏の鉄道と同じです。日本でいう
この鉄道に乗ると、ソウル方面のソウル市内からですね、インチョン国際空港または途中のキンポ空港というところまでですね結んでいる鉄道になります。残念ながら見えなかったですけど、見たかったですね。またこのように大きな風車を見ることもできます。でかいですね。あんまりこういう都市部に大きな風車っていうのはないんですけど、あ、すごいサスティナブルを感じます。そしてなんか管制塔みたいなのもね近くにあるんですね。あれは何なんだろう、何かの展望台なのか、そんな感じだと思います。そしてなんか川崎ワールドみたいな、なんかよくそういうのがあって、なんかよくわからん施設を通ってですね、ずっと高速道路走っていきます。この辺りですね、ジャンクションがありました。日本でいうと、なんだろうね、大山崎までは行かないぐらいのジャンクションです。このバス本当にですね、快適なのはいいんですけどね、後ろの方に座ったせいでエンジン音が常に入ってるんですね。ちょっとそこは申し訳ないです。で、あ、右側見てみるとね、あ、今ちょっと見えたでしょうか。先ほど見えましたのが、あの高速鉄道、高速鉄道といっても遅いですけども、ソウルとインチョン空港を結ぶような、そういうものが走っておりました。そしてですね、この道行く車はね、全部ヒュンダイなんですね。ヒュンダイ、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 そんなあのヒュンダイばっかりの車両となります。全部ヒュンダイやな。まあ、というような感じですね。なんかバスの、ね、案内があって、もうすぐソウル市内に入っていきます。このバスはね、ソウル市内までは30分ぐらいで行くんですけど、30分ぐらい行った後、こうソウル市内をねぐるぐる走るのがねすごい時間かかるらしくて、僕の一番最後に行くミョンドン駅というところまではすごい時間がかかりましたよ。で、今このようになんか走っているこの高架橋を渡っていただすけ、この高架橋を渡って行ったんですけども、いろいろ放送がなって、まもなくソウル市内に入っていきます。今右側に見えたのがハンガンという川ですね。ハンガンクルーズとかで有名です。そしてここでですね、すごいあの左にオーカーブしていきます。ぐーっと左に曲がりまして、今見えているこの大きなビルがたくさんあるところ、そしてこの川がですね、もうソウルの、ね、市内に入っていくというような感じです。さて、バスは複雑なジャンクションといいますか、ロータリーといいますか、なんていうんですか、ぐるっと回りまして、ソウル市内へと入ります。ソウルは昔から割と歴史はですね、古いような浅いような、そんな都市でありまして、で、まあ比較的新しいビルが多いんですね。これは日本の首都東京と一緒です。で、あのバスこうやって乗ってるとですね、左側に対向車が来てるということで、乗っててね、あれ気持ち悪い、あれ逆走してる、大丈夫っていう感じになってくるのもまた不思議なところでありますけども、これもまた日本とはまた違う部分ですね。そして走っている車は全てヒュンダイ、全てと言いませんがヒュンダイが多いですね。バスから左側の車窓を見れば、ほとんどがまたバスがいっぱい走ってますね。普通のエンジン車、ガソリン車、またはディーゼル車、そして電気バスなんかもやってきます。そしてここでね、あの歩行者の方がガーッとね歩いてますけど、信号どこにあるのかなとかって思っていろいろ探しておりますけども、本当にね、首都圏はですね、栄えてるなという感じでして、どこに信号があるのか分かんないんですけど、上の方を見てみるとこんな感じ、ホテルがありまして、ロイネットホテルっていうものかな、大きな大きな首がもげそうなぐらい高いビルがあります。よく見たら信号機ちゃんとねありましたね。基本的に日本と一緒です。そしてもうバス乗ってるとですね、至るとこからいろんなバスが走っていまして、あのこのバスがね、名前でね分かれてるんではなく、ちゃんとあの7000何歩とか6000何歩とかっていう風にですね、ちゃんとバスの番号がねしっかりと振られているのが分かりますか。そのバスの番号によって行き先、または経由先などを見分けることができるので、とてもね外国人にね優しい作りとなっております。そしてこの、左反対車線を見ると、この青色よりね右側のレーン、ここのレーンはねおそらくねバス専用だと思うんですよね。このレーンはバス専用っていう風に書いてあって、でこのバス専用のところを使って、まあ、あるいは救急車、あったり消防車とかいう緊急車両もこのバス専用レーンを通っていくのかなとかっていうふうに思ったりもしております。これいいですよね。なんか名古屋 の、 あの真ん中ら辺とかこういうような構造してますけど、これ日本の国内ではもっと拡大すれば、あのマイカー需要がちょっと減って、みんなこういうバスを使うんじゃないかなとかっていうふうに思ったりもします。そしてソウル市内に入りますと、バスはすごいトロトロ走っていきます。普通のその辺の路線バスと同じレーンを走ってますから、まあそれは当たり前というような感じなんですけども、でもですね、やっぱり渋滞に巻き込まれるわけではなく、まあゆっくり走ってるなというところで流れてはいるのですね、時間は多分計算されているんだと思います。これもすごい技術といいますか、すごいことでございます。
どの車を見てもヒュンダイということで、ヒュンダイ以外の車はね、まだ全然見てないですね。1回だけレクサスと1回すれ違ったんですけど、その時動画撮るの忘れてました。あとアウディとかも走ってますよね。でもね、日本車って全然ないんですよ。世界的に見れば日本車というのは大体どこにでも普及してるんですけど、1回レクサスを見たきりでそれ以外は見てないですね。そしてこのように人々の歩くような感じを見ると、やっぱり日本と一緒でですね、横断歩道をちゃんと見ない人がいる。こちらにはソウルマップポリスステーションみたいな感じ書いてありますね。ソウルの警察署がありました。そしてたくさんのバスとすれ違っていくわけです。あ、今見えましたね。今救急車とかもこういうルートを通りましてですね、うまいことなってますよね。緊急車両はこの、バス専用レーンを通ってくださいねという素晴らしい構造になっておりまして、本当にね、これ日本でもやったらいいんじゃないかなとかって思ったりしますよ。特に京都とかね、まあなかなか土地が日本は少ないというのもありますけども、いつかやってほしいことの一つでございます。そして左側はこのような大渋滞で、この真ん中側にですね、この路面電車みたいにこうな、島みたいになってるんですね。これも海外ならではというような、そんな感じです。なんか不思議な K-POP ツアーとかいうバスも見えるんですけど、あ、 K-POP が人気なのかな。そしてなんかね、やっぱり思うんですけどね、韓国何かと首都圏というか、この都会にですね、このキリスト教のカトリックのマークが多いかなとか、そういうような印象を感じます。そして辺は全部タクシーの待ち列でしょうかね。 あれは違うか、いろんなのがあります。またしばらく走っていきまして、ずっとバスを見ながら走ってるんですけど、これはすごいな、ポリス、警察のバスが走ってありまして、あの中には警察官がたくさんいるのかな。先ほど大谷翔平選手が来た、タイミングでちょうど来たんですけど、もしかしたらそういうような関連のお客さんじゃないわ、警察官を運ぶようなものだったのかもしれません。詳しいことはわからないです。本来バスは僕の行きたいところと逆方向に走っておりまして、この後ですね、ぐるっとね、大回りをして僕 の行きたい方面、ロンドンの近くのホテルの前までこのバスは行ってくれます。すごいなんか西洋っぽい建築みたいなのがあるなと思ったら、こちら韓国の国旗が立っておりまして、なんかね、後で調べたら銀行っぽいんですよね。このバスが乗いてからこちらの建物たちをね、よく見てみたいと思うんですけども、さてバスは走り出しまして、左側にもね、ああこれすごいかっこいい建築物があるなと思って、もうこういうね、石レンガ造りの建築物好きなんですね。後で調べたら博物館だったかなんだか銀行だかなんか忘れましたけど、そんなんだったはずです。そして、右側を見てみると、少し京都タワーに似たようなやつがあるんですけど、あのタワーがですね、南山タワーらしいです。そして左側に、戻りまして、こちらがね、バンクって書いてあったんで銀行のことですね。銀行、韓国の銀行があります。さて、あれからバスをね、10分ぐらい走らせてみると、左側に一瞬だけね、南山タワーというのを見ることができました。あのタワーにですね、また今度後で行ってみたいと思います。しばらく走りまして、ちょうど僕がね、降りるね、停留所まで来ました。ちなみにここが終点でございます。で、ここにはスタバがあってですね、後でここのスタバ行ったんですけど、まあ、あんまり日本と変わらなかったですね。バンコク共通って感じです。さてバスを降りてきました。6015系統でございます。ここはミョンドン駅の近く、ここからですねホテルに戻るんですけど、うわすごい、ホテルのエレベーターまでヒュンダイだ。なぜか4階に泊まって、その後ずっと上まで行くんですけども、いいですよね。なんかこのアニメーションがね、ちょっと古めかしいけど綺麗みたいな感じです。すごい僕はこのアニメーション好きですよ。ヒュンダイのエレベーターでございます。ホテルにやってまいりました。あ、眺めはこんな感じですね。下にねすごい繁華街みたいなのがあって、真ん中にはこんな感じで適当な、今普通のホテルって感じですね。なんか消火器が中にあったのは面白かった。さてまた戻ってきました。ちょっと日がね暮れ始めてきまして、これ下にですね、横断歩道に緑のね LED がついてる、面白いって感じで、まあ、この後ですねスタバで行っても行ってね、ゆっくりしたんですけど、信号機はこんな感じで、ここもね点滅すれば青が点滅して、信号機がねまた面白いですね。日本の信号機オタクとして面白いです。この歩行者用信号が赤になれば直ちに青になるんですね。
そしてカタカナ表示でありがたいミョンドン駅へ入っていきます。韓国の地下鉄はすごい僕も結構好きなものでありましてですね、いつか乗ってみたいと思ってるんですけど、やっとその地下鉄に乗れる夢が叶いそうです。こちらが韓国の地下鉄、こういうなんか LINE のキャラクターのついてるカード、 T マネーカードというのが、日本でいうスイカとかイコカ、これをですね改札機にかざして、このジョーが改札内に入っていきます。やっぱりね反応速度は少し遅い感じ、日本のスイカやパスモなどの技術はすごいですよね。そしてやってきました、こちらがなかなかいい音を立てて到着してまいります。音で言えば何系なんでしょうね、ちょっと分かりませんけど、少し GTO っぽい音がしたりもしなかったりも分かりません。4000系っていうらしいんですけど、この4000型ちょっと古い4000型っぽくて、新4000型と古い4000型があって、今回はちょっとラッキーになったのかな。というわけで発車音を聞いていただいたんですけども、何とも言えないインバーターの音ですよね。で、まあこの音なかなか面白いんですけども、今回はソウルメトロ4号線に乗ってまいりました。そしてですね2駅隣のねソウル駅まで行こうと思います。なんでも南の大きい門と書いてなんでもんだと思うんですけど、なんでものマーケット、なんでも市場の、最寄り駅ということを示しております。やっぱり海外でもあるんですね。大阪メトロでいう南部屋南波店みたいなやつです。2004年製、意外と新しいっぽいんですよね。さて降りてまいりました。これなんて書いてるんですか分かりませんけど、まあ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 、どこどこ行きっていう行き先を示してるんですね。で反対側もやってきたぞというわけで、まあ今回こんな感じに乗ってきたんですけど、これが昔の4000型とかいうやつで、昔には見えないな、結構新しいなとかって思ったりもします。もちろん、スクリーンはフルスクリーン型の東京都地下鉄の南北線であったりとか、京都市営地下鉄の東西線みたいな感じのホームだをしております。なかなかこういう地下鉄らしいレンガってあまり見ないですよね。もう一度このようにかざして降りることができます。いくら取られたかわかんないですけど、何百ウォンかだけだったはずです。さてここがねソウル駅の近くなんですけど、こちらは辰野金吾さんが作ったみたいな感じなんですね。もともと日本統治時代に作られていたものだったらしいです。ソウルヨク、なんかよくわかんないですけど、ソウル駅のことをソウルヨクとかいう意味わからんような表示になっております。でなぜソウル駅まで行ってたかというとね、アホなこと知ったんですけどね、事前に特急券を取ってなかったのですね、次の日に乗るための特急のね、特急といいますか、次の日に乗る韓国でいう新幹線 KTX に乗るための、特急券をですねちょっと今日買いに行ってたわけなんですね。そのためだけにソウルまで行きました。おおすごい、なんか綺麗な新しいのが来たぞ。これはね新しい4000型みたいなやつだったと思う。ソウルメトロの今新しい車両一番っていうことはないですけど、かなり新しいと思います。4382号、車内はすごく綺麗で、ヒュンダイ韓国ロテムの製造でございます。2020年製ということなんですごい最近。車内には大型ディスプレイがついていまして、何のことやら分かりませんが、 CM とそして路線図の表示がありました。路線図この4号線なんですけど結構長いですよね。ちなみに今回ソウルメトロ乗ったのは4号線だけですので、それ以外の路線はまだ乗ったことないですね。なんて書いてるかは分からないですけども、韓国のねソウル交通公社とかいう、そういうような地下鉄を牛耳っております。
鉄道会社があるわけですけども、その会社のなんかよくわからん CM とよくわからん案内がなされております。すごいですよね。でもこんだけ綺麗な車両が走っているのはかなり驚きでした。この425の、100番台の1桁目4は4号線を表すのではないかという感じで、指定駅から25番目の駅ということでこんな感じで書かれてるんだと思います。そしてですね、これ見るとね、おーすごい、これちょっとここで一旦停止してみましょうか。今一旦停止したんですけど、あのこれ面白いですよね。これ全部で10両編成なんですけど、0号車という概念がありまして、0号車、1号車、2号車、3号車、4号車、5号車、6号車、7号車、8号車、9号車という風になっております。そしてこの赤色とか緑色は何なんだろうなとかいうような感じなんですけど、多分混雑率を表してるのかな。で、今乗ってるのが3号車ということですね。韓国のこの地下鉄は大阪メトロ御堂筋線並みにバン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 列車が来るのでですね、結構助かりましたよ。そしてお客さんもですね多いんですけど、列車の本数も多いんでなかなか快適でした。さてフェヒョン駅という駅にやってきたんですけど、あのなんか呼び出し音みたいな音が鳴って扉が開くんですね。扉の再開閉を行って、ホームドアをね、あの全部フルスクリーン式なので飛び入りの危険が少ないのがまたいいところでございますけど、あ、また開いた。おい、早乗れよみたいな感じで多分促してるんでしょうけど、ここも結構利用者数が多い駅ではありました。ですがその隣の駅、ソウル駅とそのまた隣側の駅、明洞駅には負けますけどね、利用者数では。路線図を見るとこのようにすごい長いことがかかります。次は明洞駅ですね。ここの次のミョンドンで降りようと思います。ちなみに韓国の鉄道の始発は結構遅くて5時台にならないとやっと動かないみたいな感じでしたよ。次はミョンドンに止まります。これもう一回見てみると、ね、0号車っていう概念があるんですね。面白いですよね。このヒュンダイの2020年製韓国ロテムの車両ともお別れでございます。4000系とりあえずミョンドンで降りましょう。この電車はね、発進するときに日本でもよく聞き覚えのある音が鳴りますよ。よく聞いてみてください。なんかすごい IGBT インバーターの音が聞こえたような気がしたんですけど、気のせいですかね。まあもちろんいろんなところで技術は使われてるんでしょう。そしてエスカレーターを登ってまして、さてもうすっかり辺りは暗くなりまして、今からですね夜景でも見に行こうということで南山タワーというとこまで向かおうと思います。というわけで今あの坂を登ってるわけなんですけど、なかなかきつい坂です。あのこの目の前に見える山の上にねタワーがありまして、でそこから見るとですねすごい夜景が綺麗に見えるよっていう風な話を聞きました。なので行きたいと思います。ここにはすごいなんかインターチェンジみたいなのがありまして、あそこにケーブルカーのマークが書いてありますけど、あの辺までですね行ってね、あのケーブルカーに乗っていきたいと思います。それまでにねこんな感じのエレベーターがありまして、これ車高エレベーターっていうんですけど、日本でもよくあるやつです。ちなみにこの、 あの定員はですね大体20何人とかですので、1回20人ぐらいしか運びません。さらに上り下りに往復多分5分ぐらいかかるんで、すごい時間の無駄といった感じしました。5分は言い過ぎですね。3分ぐらいですかね。おおすごい、降りてきた降りてきた。なかなか面白いものがあります。スマウラ公園にあるカレーター、日本一揺れる、車高エレベーターっていうんですかねとかって言われてますけど、それよりはよっぽどマシだと思いますよ。ですけども、まあなかなか下から見ると高所恐怖症の人にはとってはちょっと怖いかもしれません。こんな感じで、たくさんのねお客さんを乗せて降ろしてきて、これから乗る人もねたくさんいるらしいんですね。こんなね車高エレベーター取ったら、なんだこういう観光客、エレベーター取りに来た観光客がいるぞみたいな、そんな感じで見られてましたけども、なかなか面白い。これ最後に微調整をして止まるときにカクンって止まるんですよね。最後の微調整の時間がすごい長いので、そこで時間ロスを食らってるような気がします。もうちょっとなんかね安全に素早くできないのかね。空を見てみると今日は三日月、月齢は何歩でしょうかね、わかりません。最近月とか星にもハマっております。本日天気がいいのだけは確かで、僕の目の前で満員になってしまって行ってしまうんですけども、こんな感じで
ケーブルみたいなのがつながって、そのケーブルを引っ張る形でですね、この車庫エレベーターは登っているようです。でそれと同時にですね、エレベーターですから反対側に重りがついてまして、その重りがですねどんどん下がっていく形だと思うんですけど、その重りがいつ来るんでしょうか。こんな感じですね、反対側についている重りがずっとこうやって降りてきまして、これで大体ね調節をねしているというような、まあそんな感じだと思うんですけど、非常にですね面白かったです。さてそろそろ自分の番がやってきそうです。下まで降りてきてた重りがずっと上の方に行きまして、今度お客さんを乗せた、帰りのですねお客さんを乗せたエレベーターがずっと下がっていきます。ちょっとお客さんの人数少ないのかな、どうなんでしょう。ああこんぐらいだったら階段歩いていけばよかったなとかってちょっと後悔してるんですけど、まあでもこれもですね乗り物ですので、乗り物オタクの僕としてはねちゃんと見ておきたいものの一つです。またエレベーター好きなんでね、エレベーターオタクの僕としても一応見ておきたいものでございます。そしてこのようにですね下がってくるわけなんですけどね、先ほども言いました通り、これ最後の微調整が面白いんですね。このエレベーターこうやって下がってきまして、中はね普通のケーブルカーみたいなそんな感じなんですけど、最後にちょっとずつ微調整をしていきます。こんな感じでじり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 と進んで、まあもうちょっと素早く行ってほしいなと思うんですけど、で最後の微調整でちょっとずれるんですね、面白いことに。で扉が開きます。最後あんだけちびって調整するのはしっかりしてくるよ。さて乗り込みました。ここに、ちゃんと行き先書いてあって、2番のボタンを押して、でこれ下の扉をね開ける閉めるボタンを押したらですね多分閉まるんだと思いますよ。でこれね人がね閉めてくれるんですけども、エレベーターと一緒ですから空いてる時期はもう一人で操作できるんでしょうね。閉めるボタンをなんか連打してますけど閉まらないようです。扉が閉まりますという案内がありまして、上結構ねなんか意味わかんないですけど、なんか無理やりですよねこのエレベーター、なんか家庭用エアコンがそのままついてるみたいな感じのエレベーターです。そしてこのエレベーターずーっと上に上がってまいります。さてぐーっと登っていくんですけど、ここにですねやっぱりこう電気系統のものとかねレールとかそういう関連のものが詰まっておりまして、これずーっと上がっていくんですね。これ中をね見てみると面白い。そして重りとね多分途中ですれ違うと思うんですけどね。さて右側見るとこんな感じで高速道路への入り口的なトンネルかな、多分トンネルかなんかへの入り口みたいなのがあって、でずっとこうやって登っていくわけでございます。やっぱりね皆さん観光客が多くなってまして、ここにずっと登っていく人たちはみんなスマホを構えて、あこれどうなんだろうな、どうなんだろうな、どうも行くんだろうなみたいな、そんな感じで書いてました。僕もそのうちの一人でございます。OKUN、あんまり見ない表示ですよね。ちょっと僕は韓国のあの企業わかんないんですけど、なんか家庭用のエアコンがエレベーターの中にそのままぶち置かれてるみたいな感じでした。そして最後の微調整を行って、このエレベーター閉まっていくわけなんですけども、この最後の微調整をしてるにもかかわらずですね、こう目視で見るとよくわかるんで、ちょっと行き過ぎなんですよね、なんかずれてます。そしてここにはなんか書いてあるのかな、ちょっとわからないですね、スマホの画質が悪くて、そこはちょっと申し訳ないです。さて降りてまいりました。こちらがですね今まで乗ってきたエレベーターというわけなんですけども、おちょうどケーブルカーがウィーンと上がっていきましたね。これにですねこの後乗っていくわけです。これ日本人はねロープウェイって言うんですけど、韓国ではケーブルカーというらしいです。これも文化の違いかな。さてエントランス入り口で、その横ですね切符を買うわけなんですけど、チケットを買うわけなんですけど、まあ、なかなかに片道料金が高くて往復料金が割安でした。でこちらが韓国のソウル市の周辺の映像なんですけども、まあまさに綺麗ですよね。そしてなんか高層ビルがちょっと頼りないような感じもしたりします。画面の奥側にやってきたあれがケーブルカーというやつです。日本ではロープウェイって言いますよね。そしてまあ上の方のあっちの方に行くよというような動画を撮ってですね、僕はねあの反対側から降りましたけど、あれにね乗っていくことだと思います。あれに乗るのかな、意外とね乗ることができましたよ。これ何人乗りなのか分かんないですけど、結構な人乗れるみたいです。完全バリアフリーじゃないようなところを通りまして、でもここはすごい綺麗、段差が少ない。車内にもう明かりはなくて、中には何やらよく分からん音楽が流れております。この左側からはですねなんか乗れないっぽいですね。さてこのように動き出しまして、この動き出したロープウェイならぬケーブルカーは南山の山頂へ向けて出発していきます。
この辺りですね、高層ビルとかよりもですね断然低いところをいるんですけども、南山タワー何せ数百メートル京都タワーよりも低いではありますけども、山の上に立ってるんでですね、他とは違うやっぱり高いところから見下ろすという、利点があるわけなんですね。もともと昔ここお城とかだったんじゃないかなとかっていうような石垣も後で見たんですけど、またご紹介しますね。こんな感じで韓国の夜を見ながら、ロープウェイで登っていくわけですけども、車内のねロープウェイの、中のカゴの中ではもう電気が消えておりまして、外を撮りやすい環境になっていたんですけども、皆さんあのスマホの画面が明るくてよく映るに込むんですね、はい、こうやって見るとすごい結構高いところまでこのなんていうんですか、道路が通ってて、まあ行くことができるんだなというような感じです。そしてもうそろそろですね、高層ビルの一番高いところよりも上の方まで来たんじゃないでしょうかね。意外と舐めてましたけど、だいぶ高いところ通ってますよ。まあ日本の首都にあるような観光地とかで言いますと東京スカイツリーですけど、まあそれに匹敵するぐらいですね、他の高さよりも高いところに行ってます。まだこれタワー登ってないんですかね。タワー登ってない状態でもう山の上ですから、ここまで行きます。ここですね、支柱の下を通過していきまして、先ほど反対側のもう一機のエレベーターでありますね、ケーブルカーとですね、すれ違いまして、でここからですねちょっと木のあるところを登っていきまして、もうそろそろ山頂じゃないかな。さて、まもなく山頂のケーブルカーの駅へとまもなく到着してまいるわけなんですけども、何しろねこの右側にある木がだいぶ出っ張ってたりして、ちょっと怖かったりしました。引っかからないでねと思いながら行ってますけど、まあまあ引っかかってないから今僕たちが乗れてるんでしょうね。ちょっと怖かったです。でもですね、まあすごい綺麗な夜景でしたよ。よく何億円の夜景とかって言いますけど、これは何億円なんでしょうね。もしかしたら超を超えてるかもしれません。韓国結構舐めてましたけど結構綺麗です。そしてですね、なんかねやっぱり城壁っぽいのがね後で作ったやつかもしれないけどありまして、もう本当は昔山とかだ、山のこういう山城だったのかなとかっていうふうな、そんなような考えもしております。そして間もなく到着でございます。こちらがケーブルカーの山頂駅、日本ではロープウェイって言いますよね。じりじりじりと上に到着しまして、カチャッと扉が開けられます。でみんな降りていくんですね。だいたいね20人以上の人が乗ってたんでだいぶ窮屈だったんですけど、まあコロナ禍だったら終わりですよね。ソーシャルディスタンスもクソもないぐらい混んでました。この上の方の滑車もですねこんな感じ。本当はですねもうちょっとしっかりとね撮影したかったんですけど、何しろ人が多いんでね、まあ、カメラだけ見とこうということで自分の目には焼き付けられずにいたので、今編集しながら見てて、ああこんなんだったんだというような感じで見ております。これがケーブルカー、日本ではロープウェイって言いますよね。なんでケーブルカーなのかは分かりません。それも文化です。ちょうどねケーブルカーの脇のところにですね、ケーブルカーを見れそうなところがあったのですね、まあロープウェイですけども、ここにたくさんのお客さんが乗っていて、その、ケーブルカーはですね見ることができそうなので、見ていこうと思います。この日はね3月に関わらず結構あったかかった、ね、そんな日でした。きしめく音を立てながら、このようにケーブルカーが下の方へとね今走っていったのがわかるでしょうか。こんな感じでずっと上がっていきまして、一応前哨塔と、尾塔みたいなのがついてるんで、あれは何でしょうね、急行塔みたいなのかな。こんな感じでケーブルカーと書いてあって、ここに駅がありまして、ここからですね少し歩かなきゃいけないようです。高所恐怖症の人はねあんまりここ歩かない方がいいと思いますよ。なかなか怖かったです。そしてここの石垣じゃないけどレンガ作りは何なんだろうな。もしかしたら昔の遺構なのか最近作ったのか、山城みたいな感じで、もしかしたらここを守っていた城だったのかもしれません。ちょっとわかんないですね、そこは調べてないんで。とりあえず南山タワーの麓までやってきました。よくわからん、なんか豪華絢爛な、なんかよくわからんものを通過しながらですね、まあすごい日本の京都タワーに似ている南山タワーまでやってきましたよ。これが、南山タワー、別名ソウルタワーというらしいです。パッと見本当に京都タワーだわ。なんかどうやって入るのかわかんないです。チケットだけ買って登り方がわからなくて、なんかちょっといろいろ迷ってました。みんな
よくわからんとこに入り口があったんですよね。混んでたらもしかしたら分かったかもしれないですけど、この深夜帯に来る人は少ないと思うのでちょっと分かりにくかったです。そしてなんかよくわからん、なんかミュージアムショップみたいな、なんか写真撮影スタジオみたいなの通り過ぎて、よくわからん、なんか東京スカイツリーでもありそうなね、この入り口のね、よくわからんのがありましたけども、よくわからん連発しすぎです。ちょっとね、スマホのカメラがおかしくなってます。チャプター3、ソウルなんとかって書いてありますけど、まあよくわからんけど、すごいなんか幻想的な空間を醸し出してましたね。これが多分ちょっと曲振りしまくったナンサンタワーなんだと思います。ソウルタワーですね。あ、綺麗ですね。なんか目黒川の桜を思い出します。その奥にナンサンタワーが見えまして、季節は夏へと移り変わっていきます。四季のない海外の方からしたら、韓国も一応四季、春夏秋冬があるようなんで、それを感じれるいいもの、いい季節なんでしょうか、わかりません。韓国はね、ギリギリ亜寒帯に入らず温暖湿潤気候に入るんじゃないですかね。そして秋はこのように紅葉、日本と同じですね。日本人からしたらあんまり面白くないんですけど、上にあるエアコンはこちらサムスン製でございます。韓国の企業多いですね。まあ日本だったら東芝とかだもんね。こちらのプロジェクターで動かされております。このプロジェクターもなかなかいいものでしたよ。これもよくわかん、名前がわかんないんですけど、多分韓国企業のプロジェクターなのかな。普通は夜景を楽しみに来るんですけども、プロジェクターとかエアコンとかそういうものに目が行きます。そしてまあギュギュ詰めに入らされたら、こちらオーチスのエレベーター。オーチスはね、日本にも日本オーチスとかいうよくわからん会社あるんですね。多分アメリカとかね、イギリスかな、どっちかな、だからそっちの辺の会社だったと思います。5階から T1T2 と行きまして、頂上階へ向かいます。 EZ は何なんだろうね、ちょっと全然わかんないな。この EZ までの間が長いんですね。そして21って書いてあるのは、多分21人が定員、 1600kg が最大重量ですよというような話をしていると思います。こう見るとね、一回東京スカイツリーのね、あのエレベーターを見てからこれに乗るとね、全然面白くないと思いますけど、なんかよくわからん天気が置いてありまして、まもなく到着です。こちらが南山タワーの頂上、扉が開いて、ちょっとね、降りる人を優先させていきまして、一番最後に降りることにしました。見るとこんな感じ、ソウルの素晴らしい T5 と書いてありますね。扉が閉まってなかなか美しいものをしております。まあ、ここにですね、各国のね方面をね書いてあるんですけど、大阪が左側にあって、普通大阪の左側に東京、あの韓国から見たですよ、韓国のソウルから見た地球の感じで行くと、これ見たらね、絶対ここに東京があって、福岡が東京より左側にあるわけないじゃないかっていう感じですね。そしてさらに東京の左側に大阪があるという、これデタラメ書いてるよな。 840.25km もデタラメかもしれません。夜景を見てみるとこんな感じ、おそらく中国柄の PM2.5 とかがいろいろ強かった日なので、まあそれ関連でちょっとぼやけてはいますけど、まあまあ綺麗ですね。そして向こうに見える川みたいな、あの川があるんですけど、これがですね、ハンガンというやつですね。韓国で一番有名な川と言ってもいいでしょう。日本の大阪でいうと淀川、東京でいうと江戸川とかかな、違う、荒川とかかな。チェジューアイランド、韓国でいうともう一つの人気な旅行先としてチェジュ島というのがあります。そのチェジュ島は長面マレーシア、いろいろね各国の行き先が書いてるんですけど、ちょっと信用ならないですねあれは。で、今まで行ったところはどの辺かなというふうに探してるんですけどね、全部夜景だらけでわかんないですね。で、ケーブルカーが今下に見えまして、でこのケーブルカーよりもずっと奥の方、この辺の繁華街の通りにあるのが相鉄フレッサインミョンドンというところでして、そこがですね、僕が今回泊まるようなホテルになるんですね。もちろん日系ホテルです。その方がね、何かと楽なんでね。おそらくあの辺とかがロッテホテルなのかな。これだけ気に食わないんですよね、大阪と東京の位置。せっかくだしトイレも行っとくかということでですね、トイレ行こうと思ったんですけど、ここ何しろ夜景がすごい綺麗。そしてですね、トイレに行ったらよくわからんのがありました。用を足すときにですね、絶景を見ながら用を足すことができますよという意味のわからんモニュメントといいますか、看板がありまして、まあまあこれはこれで面白いのかな。今度は帰りのエレベーターを待つことにします。1回目で乗れそうですね。なかなか右側が動いてないんですけど、左側のエレベーターだけ今の時間動いてるようです。オーチス製のエレベーター。東京スカイツリーは確か東芝製だったはずです。 T7 って書いてあるわ。これタワー7回目らしいです。いろいろ
韓国の南山タワーの景色も書いてありまして、全然来ないじゃねえかよってずっとね待ってるんですけどね、全然来ないです。さて、やっとエレベーターに乗り込むことができました。乗ったはいいんですけどね、乗った人ね、僕とね数人ぐらいだったね、行きよりはねだいぶ人が少なかったです。今度はねなんかプロジェクションマッピングみたいなのやってるんで、それを見ておきましょう。いろいろねこういうとこに落書きがされてるなーってのがまた不思議なとこなんですけど、よかったです。こう韓国に来てまでですね、こう日本語で落書きされてるというのが見なかったので、まあそれはいいかなと思います。そして今度はねケーブルカーに乗るんですけど、またケーブルカーも人がいっぱいなんですね。まあケーブルカーじゃなくてロープウェイなんですけど、あ、もうそろそろ自分の番かなと思ったら、この降りてきた人たちのこのあれに乗ることができそうです。ウォーチャーステッププリーズ、英語であなたと案内をしていただいてありがとうございます、足元ご注意くださいっていうやつですね。これねやっぱり反射しにくいアクリルガラスとかが使われてるのかな、ちょっと本当のガラスかもしれないですけど、なんかね他の他のガラスよりはやっぱり反射しにくいようなものが使われてるのかなとかっていうふうにはちょっと思いました。こちらが滑車になってまして、ここから降りていきます。これが韓国の高いところから見た景色、多分本日というか今回の動画で最後になるでしょう、この絶景は。なんだかんだ言ってこのロープウェイに乗ってる期間が一番景色良かったりもしました。こんな感じでずっとありまして、ここの支柱を渡るときですね、ちょうど向かい側の、ケーブルカーと入れ違いになることになります。ここで向かい側のロープウェイとさようなら。車内はね何も見えなかったですね。そしてずっとまた下がっていきまして、中間地点を通ってケーブルカー麓の駅まで向かいます。こう下にも実は道があって、ここを行くとですね歩いて登ったり降りたりもできるらしいですけど、さすがに夜行くのは怖いよねということでケーブルカーに乗りました。そしてですねこうやって見てみると、あ、やっぱ下の方でもいろいろやってるんだなというような感じ。外を見てみてもやっぱりたくさんの夜景が綺麗に見えます。でもオフィスビルの夜景ってやっぱ少ないようなイメージあるよね。日本ほどオフィスビルの明かりが多い、夜中も多いような国は他にないんじゃないかなとかっていうふうにも思ったりもしました。そして間もなく麓の駅でございます。ちょっとずつじんわりと行っていきます。ドア右側が開きます。ご注意ください。ドアからちょっと離れといてねっていうような案内を多分してくれてると思います。あ、よかった。ドア外開きだった。さすがに内開きにはしないですよね。こんだけお客さん詰めるのに。それは良かったなという感じです。で、降りていきまして、やっぱり人が多い。帰りも自分の目に焼き付けたかったですけど、動画で撮るだけにしておきましょう。乗ったのはこんな感じ。下を見てみるとこんな感じ。またですね戻っていくケーブルカーを見ることができました。ロープウェイですね。見てみるとやっぱりこれ前哨灯みたいなやつと急行灯じゃないわ、なんだっけ、尾灯みたいなのがついてるんで、これ何なんでしょうね。もしかしたらこうなんかの車両として認定されてて、法律でああいうのつけなきゃいけないとかっていうのが韓国にもあるのかもしれないです。詳しいことはわからないです。乗ってました。車庫エレベーター外から見るとこんな感じ。歩いた方が断然早いんですけどね、わざわざあれに乗る理由は何なんでしょうか。もちろん無料ですけどね。スマホの画面が真っ赤になりそうなぐらいピカピカ光りながら消防車119が発車していきました。これ海外でも119は119なんですよね。こちらにはゴミの山が、あるわけなんですけど、ゴミは夜に回収するっぽいですね韓国は。
このゴミ収集車がありまして、これは多分なんだろうな、生ゴミとかじゃなくてまた別の路上のゴミを回収する装置なのかもしれません。しばらく見てるとですね、こんな感じでゴミ収集車の係員さんがこんな感じでゴミ箱をセットしまして、海外だから豪快ですね。このようにリフトでずっとゴミ箱を上げてガチャンとやって、こうやって下ろしていくわけですね。でここで何回か落ちろ落ちろっていうふうにカタカタやって、またこのゴミ箱のものを下ろしてくるというような感じです。面白いですよね。これを見れるのもまた海外ならではといった感じでしょうか。こんな時間でもバスが走ってます。実は韓国24時間の自動運転の電気バスが走ってるらしいんですけど、それ見たかったな。ちょっと画面が縦になっちゃいましたけど、こちらが本日泊まる相鉄フレッサインでございます。一番奥に見えるやつですね。ここが一番の繁華街、なかなかいい立地でした。今度乗るオーティスエレベーターは2階でございます。 LG っても書いてあるんで、なんかすごい基板みたいなのがあって、なかなか面白いデザインでしたよ。この後ここで焼肉を食って、その後寝ました。朝？何言ってんだお前というような感じなんですけど、そうです、朝です。時刻はこのようになっております。5時7分、3月16日土曜日に撮っていることがバレましたね。はい、というわけで外を見てみると、もう繁華街の部分には人は誰一人歩いておりません。でももうそろそろここのホテルを出なきゃいけない時間です。お前は朝早すぎるんだよ。そうです、鉄道オタクの朝は早いんですね。ここからですね、どうやって行こうか。この朝の時間帯にホテルをチェックアウトする人は誰もおらず、朝5時台にバスを乗ろうとしてるんですけど、バスの番号がどれか分かんなくてちょっと迷っている僕でございます。次のバスは何だろうな、これ 702B とか143とかって書いてるんですけど、これ信用ならないんですね。こんなん見るより来たバスの番号を見るしかない。というわけでなんとか乗れました。これ 702A という、バスに乗ったんですけど、まあ日本の路線バスとあまり変わらないかなというような感じですね。まあ強いて言えば非常口がなくて、逆にハンマーで叩き割ってね方式のバスであることがやっぱ海外っぽいなみたいな、そんな感じでした。当然朝ですので、僕以外には一人しかお客さん乗ってなかったんですね。何でものなんとかタウンは次で降りくださいみたいな話を多分してるんだと思いますよ。よくわかんないんですけど、海外のバスに乗るというのはまたまた楽しいもので、今回路線バスに乗ったのは実はこれが初めてでした。前に人が乗ってる以外はですね、他の乗客はねいなかったですよ。そして間もなく到着するのがソウル駅でございます。ソウル駅までバスで行くことにしたんですね。海外のバスはブレーキが厳しいとかって言われましたけど、全然そんなことなかったですよ。これが 702A、 海外とは違って前乗り後ろ降りでしたよ。日本の多くのバスとは違って、都営みたいな、都営バスみたいに前乗り後ろ降りのバスでした。さてソウル駅、人は全然いないですね。本来ならもっと人がいるんですが、なぜなら早朝5時半だから。 KTX 20周年の横断幕というか、なんか掲げられてありますね。高レイル KTX 20周年。さてやってまいりました、5時53分発プサン行きの、KTX に乗っていきたいと思います。57分でしたね、ミスりました。5時57分発プサン行きの005便、ディパーチャーズ、出発の欄に書いてあります。5時53分がうちらの1本前ですね。でその後に KTX が出ておりまして、 KTX が韓国では一番早い種別ということに今のところなっていますけど、今年の4月からまたなんかそれよりも早いのができるとかって言ってましたよ。こんな感じです。83,200ウォンと書いてありますけど、KTX 5便に乗り込むために少し早めにですね改札を入ってるんですけど、まあこの KTX には改札という概念がないので何も見せずに入ることになるんですけども、プラットフォームの方へ入っていきます。そしてこうやって見ると53分発というふうに書いてありまして、その53分発の後に57分、今ちょうど入ってきたこれですね、この車両が、僕たちが乗る車両というふうになります。ちなみにビジネス車というようなことで、他のですね、日本でいうグリーン車、一番グレードの高いやつに乗ることになりました。ちょっとねウィーンっていう変電所ならではの特有の音がするんですけど、それの音を響かせながら、これいる8267、これが何の番号にするのかは知りませんけども、こちらの右側に止まっているのがですね、行き先はちょっと書いて読めないですけど、ムグンファ号というやつです。
まだ目的の乗る電車まで全然時間があるので見てみると、こちらこんぐらい読みですね。ソウルとプサンを結ぶ、特急列車ではありません、急行列車ですね。ムグンファ号ですよというふうに書いてあります。ほら、このムグンファ号というのが、昔の急行列車ということで、今では KTX に抜かされるもの、このムグンファ号というのは、もうすぐで引退が近づいているという噂も聞いているので、いつかは乗りたい車両の一つでもあります。そして左側に見えているこちらのKTX、 車両長自体は短いものの、確か全部で十何両編成あったはずですよ。12両だったかな、16両だったかな。 KTX 20両ぐらいあったような気がしました。さて、この辺りは特急用のもので言いますとグリーン車に当たる場所です。今回はこの辺のものを予約したので、確か2号車だったかな。自動車ということで、旗すごい音がしてるんですけど、お、向こう側にもやってきましたよ。あちらも KTX の車両でございます。 KTX、KTX、KTX 3連が並んでおります。ソウル駅4番線、3番線、そして向こうが1番線だったかな。そして今回乗る8番線に止まっているこちらが KTX005って書いてあるの、これ列車番号のことなんですかね、わかりません。わかんないですけど、これ車両に特別入ってるものなんで、005というのがたまたま005便に入っただけだというふうに勝手に思ってますけども、編成番号に対応してたらまた面白いものでございます。向こうは009、これ何を意味してるのかわかんないですね。列車の番号ではあるんですけど、それが運行する列車番号としてなのか、車両の車体の編成番号としてなのかがちょっと分かんないです。 KTX は20周年を迎えました。韓国ロテムアルストム、台車を見てみると、この気動車の一番前のね、部分、気動車じゃないわ、電源車っていうんですか、ここはですね連接台車じゃなくて分割されてるんですけど、この引っ張る動力集中方式ですから、この動力集中方式の部分で動力車と動力車じゃない部分とは完全に分割されております。ですがこの客車と客車同士はですね、見ていただけますでしょうか、小田急ロマンスカー VSE 型みたいになっております。ちょっとくちゃくちゃなんですけど、5時57分発プサン行き、プサンには8時42分に着きます。最高で約300キロぐらいを出してくれますからね。なんで書いてるのかわかりませんけど、ブレーキなんとか、ブレーキ関連の多分ものがあると思います。そしてこれがまた面白い、隣接台車ならではの構造ですね。行き先はプサンというふうに書いてあります。日本ではプサン、英語にするとブサンって書くんですね。 BUSAN ファーストクラスって書いてありますけども、そうです、この KTX で一番高級な車両に乗っていくことになります。ちょっとねここがね怖いですけど、この段差があるのもご愛嬌ということで乗りました。こちらの車両が奥に行くとですね、1号車があって、僕は2号車に乗ることになります。なんか車椅子スペースなんだかわからないですけど、すごいバリアフリー化がしておりまして、この1両1両が短いんですね。2プラス1のシートとなっておりまして、自分の座席番号はどこかなというふうに探すと5の BC だったので、ここですね。おお、すごいすごいすごい、日本ではあんまり見ないようなものが走ってる。ちょっと見にくいですけど、よくわからんのが走ってました、ね、KTX すごい座席が広くて快適でした。ここからですね風が出てくるんですね。で上からはこんな感じで日本と似たような感じ、下ろすことができます。でこれをこっち向きにすると多分風が出てくるんですけど、なんか汚そうだしさ。この電車は KTX 5時57分発プサン行きレースみたいな案内をしておりまして、すごいね、かっこいい KTX 時速だって新幹線と同じ時速300キロぐらい出すんですからね。そしてテーブルはまたまた面白い構造、下からグーッと引き出して下ろしていくような感じ。このクリップは何なのかは分かりません。何かをプチッと固めとくようなものなんでしょうか。まあ、ファーストクラスだから他のよりはやっぱり快適なんでしょうね。ちょっとね歪んでました。
こっちの扉の閉まる部分にやってきたんですけど、お客さんがいらっしゃった。こんな感じで自動の扉になってまして、すごい快適ですよね。車両は全部で20両編成、客室が18両、そして動力集中方式ですので、運転席と、電源車っていうんですかね、あの機動車の部分、機動車じゃないわ、動力車か、動力車が、2両ついておりまして、全部で20両編成。発車ベルが鳴って外側から扉が閉まって、内側にカチャッとなってプシューと言いました。これ日本の新幹線みたいですよね。唯一違うのは外開きに開くよというようなところぐらいでしょうか。でも面白いです。そして音もなく静かに列車は動いていきます。これが客車列車ならではの面白さ。これがですね、客車じゃなかったらね、もっとあのガクンガクンガクンとかって言って行ったりとか、うーんとかっていうモーター音がしたりするんですけどね、客車だからこその快適性なんでしょうか、わかりません。ソウル駅8番線を出発していきまして、プサンへと向けて走り出してまいります。プサンまでは何駅か途中駅があるんですが、その間もですね、基本的に時速300キロぐらいで走りますのでですね、だいぶ早いですよ。すごいなぁ。というわけで日本語放送までご丁寧にしていただきました。そして自分の座席に戻ろうかということで、ね、戻ってきたわけなんですけど、でちなみにですね、あの今回 の, あのこちらの動画作るのになんでこんな時間かかったのかというと、僕全然韓国語わかんないんですね。というわけで、あの大学でたまたま会った韓国人留学生の子にいろいろ説明してもらいました。本当にありがとうございます。一緒にラーメン食べました。美味しかったです。列車はのっそりのっそりと走っていきまして、この KTX という形態も面白いんですけど、新幹線のように一気に加速するというわけではなく、序盤は在来線の線路を使用して、途中のあたりからですね、新幹線みたいな感じですね。ですから KTX 専用の 車両というか車線を通っていくんですね。ですから釜山までは、途中まではですね、在来線の線路を走って、途中からは高速鉄道専用の線路を通っていきますので、途中から本気を出していくような、そんな構造になっているわけです。で本当はですね、あのこの時間帯もっとね、あの綺麗なね、朝日の時間を見たかったんですけど、うまいこといい時間のねものがなかったので、なかなか真っ暗な部分を走っていくこととなります。さらに韓国、韓国日本の福岡よりも西にあります場所ですから、少し日の出が遅いというような感じになってますね。しばらく明るくなるまで待ちたいところではあるんですが、ちょっと時間の都合上この時間に出発しないといけないということになりました。この LED のものでいろいろ説明してくるんですね。日本でいうあの新幹線 の, あの列車装置みたいな CTC とかってやつですね。お子ちゃま向けのすごいなんか動画になってるんですけど、内容自体はすごい深くてですね、いろいろ整備をしたり、こんな装置を使っていますみたいな感じですね。で隣駅にはこんな感じで、これは無群ファゴだったかなが止まっております。後ろにね、車掌車というか電源車というかよくわからんのがついてるのがこの無群ファゴの特徴。この電車はですね、基本的に20両編成のうち端々を動力車としまして、中は全部客車といった、そういうような構造。で、今、こんな感じで、右側に、少しビルが見えると思うんですけど、外は真っ暗ですので、なかなかね、あの、景色を楽しめないということです。さて、今、右側に見えるこちら、橋のようなものを渡っているわけですね。で、今渡っている橋がこちら、韓国一番でかい川、ハンガンでございます。日本の大阪の淀川とかそういう感じですね。ハンガンに架かる橋はすごいライトアップされて綺麗になっております。今トラス橋みたいなところを走ってるんですけども、奥の方には、鉄道の他にですね、車などがね通っておりまして、あそこもこの川をですね渡ることでですね、たくさんの行き来物流などが支えられているというわけですね。このハンガンを
渡っていきまして、このソウル市からですねずっとプサンの方まで南下していくことになります。今はね西の方向に走ってるんですけど、どちらかというと先ほど、日本に入るときに来ました空港インチョン方面に向かっている感じです。区間はいろいろカーブが続きまして、スピード的にもそんな速くないんですね。時速300キロ出せるような性能の車両がだいたい60キロとか70キロぐらいで走ってるというのもありまして、なかなか静かで全然速度出してないような感じがするんですけども、この先またまた速度を出す区間があるのでそこは期待しておきましょう。列車はですねこのように在来線の駅も通過していきます。右側に見えるのが新しく京葉電鉄で新しく発表されたような車体みたいな丸っこいやつが走っておりまして、あれがね何十何万系とかいうねよくわからんね韓国の在来線の車両って面白くて何十万系とかって言うんですよね。日本では聞かないですよね。8万系とかね近鉄8万系とか、そういうのは聞くんですけど、東京メトロ1万系とかっていうのは聞くんです。1万7000系とかね聞くんですけど、10万台はねあんまり聞かないですよね。てかないですよね。列車は車両基地みたいなところをですね通過していきまして、真っ暗ですから何にも分かんないんですけど、ここに通勤用の車両が止まっておりまして、これから通勤ラッシュに向けてたくさんのですねお客さんを運ぼうと思うんですけど、あ、しまった、今日は日曜日でした。まもなく到着するのはファンミョンステーションという駅に停まります。わざわざ手話までご用意していただけるなんて素晴らしいサービスなんでしょう。日本もね手話のねあれを導入すべきだと思うんですけど、このようにフットレストがついて、またですねこの魔法の絨毯じゃないですけど、すごいこうふかふかの絨毯みたいなのがついておりまして、もうこれ日本のグリーン車よりもすごい快適なんじゃないかと思うぐらい、もうすごいもう幅が広くてめっちゃ快適で、まあ唯一快適じゃないなと思ったのは朝5時から乗ってることぐらいですね。そういうレベルでめちゃくちゃ綺麗でしたよ。車内もねそんな汚いとかはなくて全然綺麗でしたので、今回はすごいやっぱりこのグリーン車ビジネスクラスですね、ビジネスクラスに乗って当たりだったなというような、そういうような印象を受けております。なんか駅に到着しました。こちら KTX のファンミョン駅ということになります。カンミョン駅ですね。ファンミョン駅が正しいのかカンミョン駅が正しいのか分かりませんけど、カタカナで表示するとそういうような感じになるんでしょう。現地の言葉ではどちらかというとファーの感じだと思いますよ、喋ってる感じでは。奥の方にも KTX の車両が止まってるな。どこまでが KTX のあれなんか分からないですけど、 KTX20 両編成ありますからね、20両対応しているようなホームがないといけないことになります。たった今ファンミョン駅を出発しまして、またプサンへ向けて出発していくわけなんですけどもね、何せ外が暗くて何がなんやら見えない景色が見たいわけでございます。僕は KTX の待合室には、おすごい人がいる。今日はねちょっと朝寒かったんですけど、着てる皆さんの服装を見たらね分かると思いますけど、寒い割にはこの時期にしては結構あったかかったですよ。列車はですねずっとトンネルに入ってまして、外の、ね、景色を見ることすら許されなくなってまいりました。そしてトンネルを抜けると、そこは雪国だったというわけではないですけども、なんか曇ってますよね。天気がちょっとよろしくないんでしょうか、というのは嘘で、霧が出てるだけならしいんですよね。にしてもやっぱりここからはですね高速鉄道用の車両、線路に入ってますので、すごいスピードを出していることがよくわかると思います。さっきまではですね在来線の、ところを走ってるんですけど、なんかちょっと新幹線っぽい音してるなと思ったら、新幹線のスピードぐらいまで出ると思います。このように速度を測ってみると、すごいね、滝温泉と博多間が一番近いんだね。253キロということで300キロ近くまでこの列車出すこととなります。これ速度の増加を見てみるとわかると思うんですけど、多分おそらく2両後ろのですね動力車ではウィーンとかって走ってると思いますよ。福岡まで500キロなんだ、こっから。
KTX のこの車両ではですね、水が無限にもらうことができます。といっても常識の範囲内でもらってねという感じなんですけど、でももちろんこの水は1個でも2個でも3個でも何個かぐらいはね、数個ぐらいはね、無料でもらえるそうですよ。これはビジネスクラスだけの特権ということで、このビジネスクラスに乗った人以外はこの水をもらうことはできないそうです。そして中に入っていた水はこんな感じ、まあ普通の水でした。美味しかったですよ。そしてですね、まあここに新聞とかもあるわけですね。ちらっと大谷翔平見えたんですけど、後でまた見ます。そして外はね、少しずつ明るくなってまいりました。新幹線みたいな音を鳴りながら、そろそろ僕は朝ごはんを食べていないので、ね、朝ごはんにしようと思います。こちらが多分おそらく鮭みたいな感じなのかなと思ったら、なんかオムライスっぽいね、ケチャップライスみたいな味がしましたよ。見た目ではわからないけど、まあなんかケチャップライスみたいな味がしました。そしてもう一つ、こちらはなんかツナマヨですね。海外でもツナマヨってあるんだと思いました。翻訳したらわかると思いますけど、ツナマヨです。そして速度を見てみると、今現在のスピードは270キロぐらいを、推移しております。ですから東海道新幹線よりは少し遅いぐらい。やっぱりね、少しね、なんかスモークがかかってるような空気なんですね。別に雨が降ってるわけじゃないんですよ、ここ。でもちょっとスモークがかかってるような雰囲気がなっております。そしてですね、だだっ広い平地をずっと走っていきます。先ほどまでですね、ミョンドンとかね、あの辺のすごいね、綺麗なね、あの夜景とかを見ていただきましたけど、今回からは打って変わってちょっと浜名湖っぽい湖を過ぎながら、湖、浜名湖じゃなかったですね。地図を見てみれば、なんかダムみたいなのがあったんでしょうね、多分、おそらくですけど。ダムじゃなかったのかな。なんかすごい大きな川を渡りまして、列車ずっと、これザッピロイ平地の方を走っていきまして、もうすぐですね、大きい町へ行くこととなります。この大きい町は確か停車駅だったはずです。この辺りですね。列車は少しずつスピードを緩めまして、次の駅へと向かってまいります。お、向かい側から対向車やってきた。この紫色はね、 SRD とかいうまた別の KTX と似たような高速車両なんですけども、結んでる場所が違うということで、 KTX とはまた違うような、まあ、ような新幹線なんですけど、 KTX と同じスピードの、走る走行性能を持つ車両が使われております。というわけで、なんか燕市と三条市の間にあるから燕三条みたいな名前がついた鋸南阿南駅みたいないうような駅に到着してまいります。そして今回は日本語が省かれ、中国語が省かれ、説明が手話だけとなって終わります。おそらく多分日本人というかこういうとこ来ないんだろうね。でも少しでも日本語の対応の駅があるというのは誇りに思いますよ、日本人として。そして何もだだっ広い、何もないようなところみたいに見えますけど、ここ新港みたいに感じになってまして、ちょっとこう下のとこにあるんですね。さて、すっげー高いビル、耐震性に問題のありそうなビルを見ながら、まあ韓国めったに地震起きないですからね、あんまり聞かないですけど、まあそういうような部分を見ながらですね、間もなく到着してまいります。ここが鋸南阿南駅、20両編成の後ろから3番目に乗ってますから、だいぶ低速での入線。駅はね、すごい最先端みたいな感じのね、ドーム型といいますか、なんか波打ち屋根をしてまして、結構綺麗でしたよ。もしかしたら最近できた駅なのかもしれません。そうでもないかな。鋸南阿南駅ですね。よくわかるんですけど、韓国の KTX は自転車も生で乗せれるようで、あ、それはいいサービスだなと思いましたよ。確かどっかの号車に自転車を置くスペースがあったはずです。しばらく止まりまして、鋸南阿南駅を出発し、また釜山へと向けて出発してまいります。今ね、ちょっといろいろケチャップライスのも食べてるんですけど、鋸南阿南駅は韓国大韓民国で見るとこの辺り、もうね、大体この辺まで来てるんですね。高速鉄道ですから、やっぱり進むスピードは速いわけです。在来線とはわけが違います。すごい、なんかすごい建設中みたいなところがあるんですけど、そういう建設中のね、あのクレーンを眺めながら、またすごいでかいビルを眺めながら、この列車は鋸南阿南駅を出発し、たくさんの線路がずっと集約されているのを見ることができます。そしてここにはね、あ、丸太みたいなのがありますね。鉄オタクにしかわからない丸太、なんか線路のあの、なんですか、砂利をね、突き固める装置です。バラストっていうやつですね。
これはなんか田舎なのか都会なのかわからないような高層ビル群を抜けまして、次のですね駅へ向かって出発していくわけなんですけど、何しろね加速がゆっくりなんですね。日本の新幹線を体感した後だと、この電車やっぱり加速がねちょっとね遅いなっていうのは動力集中方式ならではといったような欠点ではあります。ですがそれにしても途中駅が少ないので十分速いスピードで走ってくれることは間違いないです。海外の高速鉄道を私は完全に舐めておりました。すごい速いんですね。そしてこちら KDX の雑誌がありまして、だいたいこういう特急列車なんかに常備されるようなこういう雑誌っていうのは KTX で行くことのできる場所のものがですね景色だったり書いてあるんですけども、それ以外にも列車のサービスなどの場所も書いてあります。こちらですねアメニティであったりサービス、こんなのがありますよというご案内がされております。だいたい文字を見ると、トイレがあるなとか車椅子対応のトイレがあるなとかっていうのがわかるわけなんですけども、これですねやっぱり韓国語読んでも読んでもわかりません。実はここフリー Wi-Fi が通っているようなんですが、先ほど繋ごうとしたら繋がりませんでした。残念無念。またこちらにはドリンクと書かれておりまして、もちろん自販機なんかもありました。先ほども紹介したと思いますけども、普通のドリンクはなんかお金がかかるみたいですけども、このグリーン車に値するこのビジネス車ファーストクラスにおいてはこのドリンク、水がですね無料でもらい放題というサービスになっています。列車は何やら工業地帯を走っていきます。こういう工業地帯とセットでたくさん置いてあるのがこういうでかい団地、なぜかわかりませんが大きな建物が多いですよね。しかも縦には長いのが特徴です。そしてすぐにトンネルに入ってしまいました。さてせっかくですので翻訳してみましょう。韓国語から日本語に Google 翻訳を使った結果がこちらです。座席シートはこんぐらいの広さですよ。リクライニングを使うとこんな感じで人間工学に基づいた N700S みたいな感じに動きますよというのがいろいろ書かれてるわけなんですね。また一般の席では930mm、グリーン車、今乗っているファーストクラスにおいては1120mm という、シートピッチになっていますよというのがこちら上と下で分かれておりまして、下が特筆サービス、ファーストクラスサービスと書いてありまして、ちゃんとですねはっきり分かれているんですね。これよくわかんないですね。ソケットが自宅に設置されています。本当に意味がわかんないですけど、多分充電ケーブル、充電を挿すところがありますよっていうことなんでしょうかね。あんまりわからないですけども、この KTX のグリーン車にあたりますファーストクラスにもさっきトイレの近くにですね充電スポットみたいなのがありました。さて列車は何やら川沿いを走っていくこととなります。もうすぐですね停車駅が迫っておりまして、 Google マップで見てみるとこんな感じ。日本語では何て読むんでしょうね。太田広域市というふうに読むんでしょうか。さて代わりの反対側、反対向きの KTX とすれ違いまして、すごい湖に映った景色がとても綺麗ですね。さて列車は何やら不思議な線路を通りながらこの川沿いにですね間もなく左に大きくカーブしていくこととなります。すごい低速で走っているので何らかの速度制限がかけられているものと思いますが、その後すぐにトンネル、そしてこのトンネルはすぐに出る予定です。さて山を抜けると一気に広大な街並みが広がってまいりました。こちらがソデジョンというふうに日本語訳では読むらしいんですけど、いまいちわかりません。韓国の高速鉄道 KTX もびっくりなこの大カーブ、そして下り坂の下り勾配ですね。全部で20両以上の編成長を持ちます。そして20両プラス動力車2両ですから全体量は22両。これね列車この架線の部分とかを見てみるとやっぱりこう日本と共通する部分があって、電車の整備されている国は結局は同じような気候をするんだなというふうに感じます。そして30連の貨物列車みたいなのを眺めながら今度は車庫を眺めていきます。おすごいすごいすごい、なんか5個も6個も7個も多分これ日本でいう EF210 型電気機関車桃太郎みたいな、そういうレベルの汎用性の高い貨物列車の権益なんでしょうかね。そしてその横にはですねこれ何でしたっけ、ムグンファゴとかに使われる、客車でしょうか。もしかしたら今は使われてない客車なのかもしれません。ここはあまり詳しくは分かりませんが、
貨物ターミナルとそれプラス特急列車などの車両を置いておくスペースとしても使ってるのかもしれません。なんか保線用の車両みたいなのも止まっていますよね。列車はまたなんだか分かりませんが速度を出してきました。これ太田駅と書いてテジョンというふうに読むそうです。太田駅って何なんでしょうかね。そして謎の料理番組が放送されていますけども、テジョン駅に到着いたします。 We'll soon make a restop at テジョンという感じですね。かなり大きな広大な駅らしく、入線まではすごく時間かかったように感じます。まもなくテジョン駅に到着とともに右側に走っている貨物電車、これね貨物電車が止まっているように見えるんですが、実際はそんなことはなく右側の貨物列車もスピードを出して走っております。並走しているわけなんですね。日本でも福福線と言いまして、同じ方向に2つの線路が走る場所がありまして、そちらでは貨物列車と普通電車などがね競争する姿を見ることができるわけなんですけども、でこちらの貨物列車を少しずつ少しずつ抜きながら、かつスピードを落としながらという感じなので、いい具合に競争してもらっています。こうやって見るとすごく面白いですよね。さてこの広大なたくさん長い貨物列車の前には、いかにも力強そうな牽引機が待っておりました。これタイヤじゃないですね、車輪が3つありますよね。車輪が3軸あって、その後ろに同じのがありますから、これ6軸で走っていることになります。もしかしたら全てモーターと接続されているのかもしれません。そして向こうにはなんか、減速車みたいなのが止まっていまして、これもやっぱり日本で見るのとは違うようなものもあるなと、そういうような感じがします。でもどこか日本らしいところもあって、韓国は本当に不思議な国でございます。そして間もなく到着するのはテジョン駅です。もちろんこの列車は22両編成のうちの後ろから3両目の部分に座っていますので、低速での入線、先ほどと同じです。そして朝日が昇ってきました。すごいですね、めちゃくちゃ眩しいです。韓国の朝は日本と同じ時差でありながら遅めですので、日本ではもう日がだいぶ高くまで上がっている頃でしょう。大して距離が離れていないんですね。福岡までだいたい500キロもないぐらいだというふうに書いてありました。さて時刻は7時5分、先ほど見てもらった朝日もそうなんですけど、日本ではね、これ3月のぐらいでもね、7時だったらね、さすがに結構高めの太陽なんですけど、やっぱり異国の地に来たと思わせる、そんな感じがします。といっても多分変わるのは20分30分ぐらいなんでしょうけども、いくつかのお客さんを降ろしたり、そして乗せたりしながら、まもなくテジョン駅を出発。奥の貨物電車もなぜか止まっていますね。先ほど抜かしてきたやつです。東京駅を出た後かと思わせるほどの線路の数だと思いますけども、やっぱり少し列車の規模がでかいのかは分かりませんが、日本よりも架線の高さがちょっと高く感じたりと、いろいろ面白い点がありますよね。そんなわけでテジョン駅を出発、一番奥の線路から手前まで、きっとどこかに貨物列車の、線路が割り当てられていて、たくさんの転轍機やポイント、そちらをですねこうかわしながら、徐々にこの貨物列車の行くべき道とこの高速鉄道の行くべき道というのは分かれていくのだと感じております。そしてスピードがね結構ねすぐに出てるんですね。海外の動力集中式の鉄道って遅いだろうっていう風に感じがちなんですけども、それはもちろん N700A型なんかに比べますと加速力は劣るものの、そこそこの加速性能を持っていますから、スピードがたくさん出るのもその通りでございます。なんたって時速300キロ近くは出る車両ですからね。こちらそんだけのパワーがあっても当然ということです。さて車掌さんからこんなものをもらいました。なんかお菓子、フードサービスみたいなのがね受けられるんですね。これもちろんタダですよ。このソウルからプサンを結びます KTX の車内ではこんなものも配ってくれるのは非常に嬉しいです。中を開けてみるとこんな感じで4つぐらいお菓子が入っていまして、 KTX20 周年の美しいのが書かれていますけど、まずおしぼりが出てきまして、そのおしぼりの他に4つぐらいお菓子が入っていまして、一つ出してみるとこれ、そしてもう一つ出すとこんな感じですね。全部で3つのお菓子が入っていました。先ほど4つと言いましたけど、1つはおしぼりでしたね。こちら5号車一般室なんですけど、一般室、こちらの場所で見てみると2号車のあたりが僕がいたところなんですけども、この5号車より、この前寄りっていうのはグリーン車じゃない、つまり普通席、普通の指定席みたいなのがある場所ですね。そこにはですねこんな感じで充電チャージャーみたいなのがあって、タイプ C とかに対応してましたよ。さてね、この KTX のトイレをね紹介していませんでしたので、せっかくですねトイレを見てみましょう。さて開くと、おおすごい、これは
結構古そうな車両ではあったんですが、このようにガチャッと鍵を閉めることでこの KTX しっかりと閉めることができます。そしてですね、これトイレの中はこんな感じ、しっかりと様式が備えられて、もちろんウォシュレットはありませんが、なかなかにいいもんだと思っています。そしてハンドペーパーなんかがあって、でこちらに手を洗う場所、すごいですよね。結構快適な場所でしたよ。ここで実際に用を足したわけではありませんが、とても綺麗な環境で、なかなか列車の車内に対しては珍しいなと思います。そしてこちらプリーズプレイスドペーパーなんとかなんとかって書いてありまして、このペーパーをでもお尻拭いた後は流さずにってことでしょうね。多分流さずにこっちに捨てろよっていう意味なんでしょうかね。あんまりわからないんですけど、プリーズステップオンザアフターユース、なんかねよくわかんないんですけど、とりあえずそういうことらしいです。これを押すと、あ、水が、お、青い水が流れてくるんですね。これおそらく循環式みたいな感じになってまして、この流れた水はもう一度浄水されて流れてくる、そんな感じになってると思います。おお、なんかプシューって音がしました。分かってる。こちらには 110V と 220V 両方に対応しているコンセントがありまして、なかなかに面白いですね。韓国は日本の規格とは少しコンセントが違うんですが、別に 220V でも対応している機器が最近はほとんどですよね。新幹線スピードチェックを開いてみましょう。一応ちゃんとつながるんですね、韓国でも。だいたい博多武雄温泉まで 323km というふうに書かれておりまして、時速はだいたい 240km が最高出ていることになります。まあ GPS のスピードチェックなんてだいたい曖昧ですので、あんまり信用はならないんですけど、トンネルなんかに入ってしまうと速度が狂いますが、まあ、ですがだいたい200キロちょっとは出ているかなと、そういうような感じですね。210キロ、209キロ、少しずつスピードがちょっと落ちていってるのかなというのが分かりますけども、まあ、大して変わらないですね。列車を走っているとこのようにまた右カーブする瞬間にですね、前の車両が見えるんですね。なんといっても22両編成、後ろから3両目ですからね。前に19両ですか車両、乗せていることになりますから、その分の長さで前が見放題ということですね。もちろん1両1両の長さは、この連接式台車を使っていますから短いものの、こちらは在来線の駅なんでしょうかね。今一瞬だけ何両編成分だろう、 KTX の車両長でもだいたい5両編成分ぐらいの短い駅がありました。おそらく貨物であったり、また普通の一般的な列車、ローカル線扱いの列車なんかがここを走ることになっているんでしょうか。基本的にソウルとプサンの間は2時間半をかけて結ばれるこの KTX、 だいたい東京から、新大阪までの、時間ぐらいですね、で着くことができるんですけども、なんとこの KTX 次の袖久駅からですね、考えて1時間半もまだ走らなきゃいけないですね。ということはここまでで1時間しか走ってないのかと、そういう感じですね。動画の尺があまりにも長くなりそうなので、ここからはだいぶ飛ばし飛ばしで話していきたいと思います。まもなく到着は袖久駅でございます。そして間もなく到着しました。実はホームは左側にありましたので、今回の動画で初めてホームが左側にあった駅かな。向かい側にもなんか島式ホームが一つあるんですけども、あちらも多分おそらく KTX のホームだと思います。こんな感じ、袖久駅はこんな感じです。何分発か分かりませんが、25分後の発車とかって書かれてますね。そんな遅いことある？もしかしたら多少遅れてて表示されてないのかもしれませんが、いや本当に25分後かなと思ったら、そうでもなく、それよりも10分ぐらい早く出発していきました。でも結構かなりの時間止まっていまして、だいたい5分から10分ぐらいは長時間停車していたかな。日本の新幹線はなかなか列車が通過する、そちらの列車の待避などを行わない限りは見ない光景ですよね。もしかしたらこの駅は待避が行うことのできる駅となっているのかもしれません。貨物列車も先ほど走っていたようですし、貨物列車が外側に止まって、その間に KTX が抜かすというような、そういうような構造にもなっているのかもしれません。さて列車は袖久駅を出発して、またまた1時間半かけて終点プサンへと向かっていくことになります。ここから先はね、もうね話が長くなりそうなんですけども、こういう風に上級を見てみても日本とは違うところがいっぱい、ボン壁は似てますけどね、古戦橋を通り過ぎていったり、このなんといっても線路の数がすごく無駄遣いに感じてしまいますよね。
韓国と別に比較するわけではないんですけども、日本で考えますとだいたい300メートルちょっとある、そんな車両がですね、そんな鉄の塊が3分に1本東京と新大阪をですねビュン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 往復しているわけですから、そう考えればこの韓国のようにゆとりのあるこの線路設計といいますか、この線路のこの幅といいますかね、この本数も多いですし、ゆとりのあるこの鉄道の設計というのはね、非常に面白いものではあります。その分日本では安全管理が多くなされているというのがもちろん日本の誇るべきところではあるんですが、このように広大な時間を使うというのも非常に面白いものです。そしてですね、先ほどの駅からあんまり列車はねスピードを出さずに、おそらく在来線の線路と許容なんだと思います。そして間もなく到着するのはトンデク駅というふうになります。先ほどのソデク駅から全然スピードは出ていわず、また距離の間もですね全然離れていないんですけども、なんと言いますか、だいたいですね乗ってる時間帯的には東京品川ぐらいの感覚だったと思います。ソデク駅を出た後はトンデク駅、その後ウルサン、そしてプサンのように止まっていくと思われます。こちらのリクライニングボタンを押すとですね後ろに倒れるんですが、押しにくかったこれ、ね、なかなかねこうリクライニングね倒さなくても快適ですので、倒さなくても結構使えるんですけども、しっかり倒してもですねだいぶリクライニング後ろまで倒れます。動画でご説明したいんですけど難しいですね。座席のモケットはこのような感じで非常に質感のいいモケット、素晴らしいですね。長時間座ってても疲れないようなそんな椅子になっています。列車はトンデク駅を出発します。トンテグ駅は漢字で書くと東に大きいに邸宅の邸、そして駅というふうに読んでトンテグ駅というふうに言います。開業は1969年とそこそこ遅めなんですね。韓国の KTX としては古いそんな駅なんですけども、多分新しく追加で駅を作ったと思うんですよね。多分結構新しめの駅になってるとは思います。照明とかを見てみても逆にソウル駅の方が古く感じましたもん。基本的には在来線であるソウルと釜山を結ぶ在来線、そして東の方に行きます東海線といいます東海線、それからですねスマウル号であったり KTX の車両、高速鉄道などがですねこの駅路線に乗り入れております。韓国の南部地域と首都圏を結ぶすごいとても重要な中継地点となっているこの駅ですけども、プラットフォームが多く、またプラットフォーム上には売店やレストラン、そして待合室などが充実しているイメージがありました。右カーブする姿は本当に圧巻です。こう見えて韓国短い範囲に多くのものが集まっているイメージがありまして、日本とはまた分散の仕方が違うなというようなそんな印象も受けることができます。さて先ほどいろいろもらったお菓子をね食べようと思うんですけどね、なんかねちょっとねカメラを置くとこがなかったんで膝の上に置きまして許してください。こんな感じで取り出していくとなんかねチョコのねクッキーみたいなのがあったんですね、なんて書いてあるかわからないですけども、なんかチョコのクッキーともう一つバターのクッキーがありまして、でこちらチョコのクッキーで食べてみるとね、なんとなく柔らかいクッキーだなというような印象を受けましたけど、まあ十分美味しかったですよ。ココアっぽかったですね。ブラウニークッキーということで、ブラウニーですから、まあ少し食感がふわっとしているのが特徴なのかなと思います。美味しかったですよ。果汁グミのパチモみたいなのが売ってましたよ。これオリオンっていう韓国のお菓子とかいっぱい作ってるメーカーなんですけども、 60% の果汁が入ってますよってことなのかな。まあ韓国語読めないんでなんとなくなんですけども、まあこんな感じで、まあ中身は普通の日本で売ってる、まあ果汁グミと全く同じでしたね。見た目もねあんまり変わらないんですよね。もう味も見た目もほぼ変わらないんですけども、まあ日本の方がちょっと透き通ってたかなみたいなところあります。
列車は295キロ、ほぼ300キロに近いスピードで走っております。さすが高速鉄道なの忘れてました。さっきね、だいぶゆっくりだったんですね。次の停車駅が確かウルサン駅だったはずです。お菓子を食べながら、お茶を食べながらですね、終点のプサンまでゆっくりと時間、楽しい時間を過ごしたいなと思います。ウルサンは韓国最大の工業都市ということで、車を作ってるヒュンダイとかですね、まあ、ヒョンデ自動車とかの工場があったりとか、大企業の本拠地へのアクセスがいいというのもありまして、ビジネスマンが多く利用する場所であったり、多くの労働者がいる町でもあります。また観光業にとっても重要な役割を果たしていますので、このウルサンも大きな交通の要所としてたくさんの人に利用されているわけです。このウルサン駅、開業は少し最近で2010年、今から約14年前ですね。 KTX の路線の一部として初めて作られた駅なんですけども、それもあってかこの駅はなんかモダンな感じのデザインが特徴でして、将来的にはこのウルサン駅からですね、見える景色はなんか工場の近くというのもあってか、山であったりなんか工場機械などが走っている感じなんですけども、この辺りも再開発が予定されていまして、まだ2024年時点では全然再開発進んでいないんですけども、2025年2026年、ずーっと時代が進んでいくにつれ、その都市開発計画がありますから、将来ここにも大きなビルが建つのではないかと、そういうふうにも考えております。そんな感じのウルサン駅を出発しまして、次はいよいよ終点のプサン駅に到着することとなります。だいぶ長かった旅ももう一駅で終わりです。これね、車内の新聞の売ってるじゃないか、置いてあるところが見てたんですけども、この KTX のこの一般車ではなく特別車といいますか、ファーストクラスには新聞のサービスもあります。まあ何語で書かれてる、韓国語で書かれてるからなんて書いてあるかわかんないんですけども、もう顔を見ただけでわかります。これは大谷翔平だ。しかも大谷翔平の奥さんまで、一緒に来たよという時のやつですね。これは、確かまだ水原さんがあのカジノの話がバレる前の話だったと思います。カジノでしたっけ、ギャンブルでしたっけ。こんな感じで、まあ、いろいろ大谷さんがどうこうどうこうとか、普通のなんか経済新聞ですね。なんか誰々が支持率こんな感じですよとか、広告とかですね。まああんまり日本のこの新聞と変わりのないような構造はしているんですけども、まあ面白いなと思ったのがですね、やっぱり日本と違って結構地域経済的なことが書かれているのが多いなというふうに感じましたよ。それ以外にもなんかコラムであったり、こうなんていう特集みたいなのもいろいろ組まれていてですね、非常に読み応えのある新聞ではあったんですけども、僕がこの韓国のあのハングル文字を見ても何も理解できませんので、まあ大体ね、この写真を見て推測することしかできないわけです。We will soon arrive at Busan Station. Busan ですね。Busan 駅に間もなく到着しますというように案内がなされて、トンネルから抜けました。さて、空は綺麗な青空。今日はとても快晴です。3月にしてはとても暖かい気候でしたよ。日本より緯度が高いんですが、その割には結構暖かい空気でしたので、非常に恵まれた日だなというふうに感じております。そして、どこかしら日本に近いこともあって、空の曇り加減が少し綺麗な感じがしますね。もしかしたら中国とかあっちの方の砂がですね、この辺は漂ってないのかもしれません。向こうにはこのプサンは貿易港としても盛んですから、貿易港らしいたくさんのコンテナがあったり、そんな感じです。プサンはソウル特別市のように、特別市ではありませんけども、プサン広域市と呼ばれる、まあ特別市の次に偉いみたいな、そういうレベルの、まあ広い市でありまして、まあ、韓国最大の港がありますプサン港ですね。ですので交通の要所とこちらもなっているわけです。またこのプサンにはですね、そのソウルと同じようにもう一つのプサン地下鉄みたいなのがありまして、そのプサン地下鉄1号線2号線というふうにプサンの移動もですね、利用することができます。お、すごい、アムウェイって書いてある。アムウェイって皆さんご存知ですか？日本でも結構有名ですよね。アムウェイ、韓国にもあるんですね。アムウェイ初めて知りました。そして間もなく低速で終点プサン駅に到着でございます。
1908年に開業した、まあ韓国の中ではそこそこ歴史のあるそんなもの。現在の駅舎は1908年当時のものではなく、2003年に再建された新しい駅舎となっております。韓国はね、ちょっとモダンっぽいそういう駅を作るのが得意でありまして、この駅もなんだかモダンっぽい駅になっているのが特徴でございます。 SRT、 こちらが先ほど言ったあの KTX の上位互換ぐらいの停車駅だねって言ってたやつです。釜山駅に着いたので、せっかくですから、まあ、ゆっくり降りたいところですけども、なんか他のお客さんもいらっしゃるので、ささっと降りようと思います。さて、釜山駅に到着しました。いつもの日本の電車の感覚を降りようとして、今ミスって足を踏み外しかけましたけど、そこは注意したいところです。先ほど止まっていたウルサンの次の駅がこちら釜山ですね。 BUSAN と書いて釜山、これがさっきの上位互換って言ったやつです。8時44分っていうのは8時44分発ということなんですかね。今8時44分なんですけど、あんま分かりません。あんまり時間がね、分かんないんですけど、もうね、出発すると思うんですよ、44分発だったら。でもなかなか出発する気配がありません。さて、こちらも KTX の車両108と書かれている列車番号。やっぱり動力集中式のこの気動車の部分というのは非常に大きな音が鳴ることが分かります。ですが、その後ろこの客車のね部分に行きますと全然音がしないですね。韓国は連接台車が主流なそういった場所ですけども、非常に見ててジョイント音がねまた面白いんですので、日本とは違う、ね、面白さ、そして車体のデカさとかを考慮すると、あーやっぱこんだけ近いのに海外なんだなというような感じがします。もう沖縄より近いですからね、韓国。しかも釜山であればもっと韓国の中でも近い部類ではあります。そしてこの車両は KTX だと思うんですけど、若干ねこの編成の長さが20両編成ではない。そしてこれが最初に見ていつ出発するのとか言ってた SRT でございます。 SRT は先ほどからずっと言ってる通り上位互換上位互換と言ってますけどね、途中でソウル方面から外れた方面行きますので、ソウルへのアクセスはあまり良くないのがこの SRT の欠点でございます。ですがこっちもね、性能的にはだいたい同じぐらいのスピードを出すはずですよ、301。さて、韓国にはね自動改札機のような改札が導入されていませんので、まあ、信用乗車方式みたいな、ね、よくわかんない乗車方式とかありますけども、まあ、この釜山駅にホームから上がってくるのにも別に入場券とか必要なく入ったりすることができるんですね。まあ、もしかしたら本当にちゃんと乗車券と入場券持ってないと入れないっていうような構造ではしないといけないんですが、もうめんどくさいのでね、不正乗車するやつを取り締まるよりは、そういうのにお金かけるよりは野放しにしてでもチケット売った方がいいわ、そういうような考え方なのかもしれません。基本的にここには KTX と SRT のものが多くあります。外に出てみるとこちらが釜山ステーション、釜山駅で、反対側を見てみるともうすぐにですね海が見えるわけですよ。海というか湾なんですけど、 あそこに見えるガントリークレーン、キリンのようなクレーンがあるところのあたりが、その釜山港の、旅客ターミナルみたいな感じになってるわけですね。工事の音がすごいでかいんですけど、これは5年後、2030年に釜山コリアに釜山で、このエキスポと呼ばれておりまして、そのあれができるからですね、万博が行われるからですね。ですから、まあ、今の大阪万博の夢島建設がいかに切迫した状況であるか分かりますよね。釜山はこんなにもう早くから工事をやってるのに、日本の夢島はだいぶギリギリに工事を始めていることがよく分かると思います。なんといってもたくさんの重機が止まっているのが見どころではあります。この重機たち全部ヒュンダイ製なのかと思えば、キャタピラーのねものもあったんですけど、韓国でもキャタピラー使われてるんだというような感じで。さて、こちらが釜山の先ほどとは反対側の部分になります。たくさんのバスが走っていまして、もう本当にもう交通の足には困らないぐらいバスが出ておりますので、なんかドットがね端っこだけ抜けてる、これめちゃくちゃなんか簡易的な LED なんですけど、面白いんですね。これ RGB の3色 LED が使われています。韓国でもカルビーのお札チップスを見つけてしまいました。
美味しいです。奥の方に泊まってる大きなフェリー、あれがパンスタークルーズと書いてありますが、確か大阪の方を結ぶようなものだったかな、違うかったかな、対馬だったな、まあ分かりませんけど日本と結ぶ船のはずです。あれは今船がちょうど出港したところかな、分かりませんけども、僕は今回乗っていくのは高速船に乗っていくので、あちらのあそこに見える大きなあの船には乗らないわけなんですけども、フェリーには乗らないわけなんですけども、簡単にこの韓国ですと釜山から日本へ楽々と行くことができるのも面白い、そういった場所ではあります。ちょうど対馬の方に行くものでしょうか、高速船が出発していきまして、これ国旗には韓国の国旗が掲げられていまして、総統船っていうんですか、おそらく韓国の国旗が掲げられてるだけなので、まあ韓国国内だけなのかな、もしかしたら対馬ぐらいまで行くのかも分かりませんけども、あの規模だとそこまで遠くは行かないような、そういう雰囲気があります。さてやってきましたよ、僕がこのお昼頃から乗る船がこちらです。 JR 九州の高速船クイーンビートル、この動画が出ている頃にはですね、クイーンビートルなんとあの船が浸水した影響で今運航中止となっている、すごい残念なお知らせがあるんですけども、現在ですね運航は中止されているものの、運航が中止する前にですね、このクイーンビートルに乗ることができてよかったなと思います。このクイーンビートルに乗ってですね、日本の福岡、まあ九州ですね、九州の福岡へと帰っていきたいと思います。こうやって見ると本当に貿易港なんだなというような雰囲気、もうね制限エリア内、飛行機でいう制限エリア内ですね、もうパスポートのチェックなどを受け終わった、そういう状態で船に乗り込む前の場所からこうやって景色、最後の韓国の景色を噛み締めておりますけども、もうこの中にはですね、なんていうんですか、税関とかが通り過ぎた後ですので、もう韓国を出国したのと同じことになります。こちら15時発のクイーンビートル福岡行きとなっております。リマークオンタイム、今から乗船していきたいと思います。2時20分までには並んでくださいねと言われたんですけど、現在の時刻もう2時10分ぐらい、結構早めに案内してくれましたよ。韓国、普通は緯度が日本より緯度が高くて、本来なら寒いはずなんですけども、今日はちょっと暑かったですね。韓国の3月の天気にしては珍しい陽気でした。もうかっこいいですよね、ほぼほぼ浮いてるこの船。韓国の釜山と日本の福岡を結びます JR 九州高速船、水戸岡さんという日本の方がデザインされたそういう船なんですけども、船内にはたくさんの水戸岡デザインが散りばめられているようです。乗船するときには日本のスタッフの方と韓国のスタッフの方両方の方にご案内していただき、しかも韓国のスタッフの方も日本語でこんにちはというふうに案内をしていただいて、本当に嬉しい限りです。このクイーンビートル、一世代前にもクイーンビートルがあったんですけども、その一世代前のクイーンビートルは実はこのシートベルトが必要なレベルのスピードが出てたんですが、船体の安全性が向上したことやスピードをちょっと抑えたことによってですね、そのクイーンビートルも速度が抑えられるようになりまして、現在はですねシートベルトなしで船内を自由に楽しみながら移動しながらですね、次の福岡までの目的地までの時間を楽しむことができるようになっています。船は2階構造、キッズルームなんかもありまして、あそこの奥へ行くとね遊ぶことができるんですが、僕はもう18歳を超えていますから、さすがに子供としても見られない、もう高校生としても見られるのが怪しいレベルの、そういった年齢になってきました。さて船の中からなかなかいい席を取れたんですよね。この船の中からですね外側を見て、このウインチと呼ばれるものを巻き戻してから、このロープをですね、なんて言うんでしたっけ、この突起の部分、この突起の部分の名前忘れましたけど、これを外して、あとは巻き取ってもらう、海に放り投げて巻き取ってもらうという作業をして、
出港の準備となります。さて船は離岸を始めまして、この韓国の大地からもう僕は戻ることができないことになってしまいました。うわ悲しいですね。とても KTX に乗る時間は楽しかったですし、昨日の昨日のソウル市内の探検もなかなか楽しいものがありましたけども、ここでお別れとなってしまいます。今ちょうど湾の外側に向かって船首を向けたところです。パンスタークルーズのあちらの船のですねフェリーがよく見える場所にやってきました。あれはね確か大阪とかねそっち方面行くやつだったと思いますよ。あっちは高速船とは違ってもう少しスピードの遅い船ではありますので、少しずつスピードを出してこの橋の下をくぐっていきます。この橋すごく高いんですよね。というもそれはそのはず、大きな貨物船などがこの下を通ることができるようになっているわけです。ですがこの橋も下さえくぐれないようなさらに大きな船に関しましては、奥の方の見えていますこのキリンみたいなのがたくさん見えるでしょうか、そちらの方で荷下ろしや荷物を積んだりするような作業を行うことと予想されます。ちょうどコンテナが積み下ろしされている、そういった船がたくさん止まっていますよね。横浜港とかそういうところで船を見ましたけど、やっぱりアジア最大級のそういった港は違います。これ日本のね東京湾とかねそういうところよりもねこう集中してガーってこう船2種類座席のグレードがあって、僕が今座ってるのは一番下のグレードといいますか1階席のまあ普通のグレードなんですけど、それでも十分リクライニングも使えて全然寝れる構造、テーブルであったり肘掛けであったりすごいとてもいいサービスを受けながらですね、福岡までの約3時間ほどを楽しむことができます。この一人席なんといっても前方向も少し見れるのがポイント。右方向はあっち行かないと見れませんけども、前方向はですね少し斜めに窓がなっていますので綺麗に見ることができるのも面白いポイントではあります。これはなんかのモニュメントといいますか絵なんですけども、水戸岡さんがデザインしたらしく、これもね水戸岡さんの描いたやつなのかな。あ、これですね JR 九州のグループですから、 JR 九州が運行しているそういう高速船ですから、それにあしらって JR 九州の787系、そんなものも描かれております。一応船は3階建ての構造なんですけども、3階が、展望デッキみたいになってるだけですので、こちらが2階、外に出ないでくださいと書かれております。ここにはクイーンビートルの絵が書かれておりまして、すごいかっこいいですよね。ちょっと揺れで今手をついてしまいましたけど、結構ね揺れるんですよこのクイーンビートル。歩いてても外を眺めるにしてもどこか手すりを持っとかないと。こっちには自転車置き場、そしてこっちの外にはですねその喫煙ルームといいますか、もう外にいたらタバコなんて吸い放題だじゃないかというふうにも感じるわけなんですけども、クイーンビートルと書かれています。この喫煙ルームね入ってみようかなと思ったんですけども、タバコの匂いがするから嫌だなと思ってたんですけど、なんか乗務員の日本語でですね乗務員の方が、良ければここ2階からも外にいますとかって言われまして、せっかくなのでじゃあ見させていただきますと言って2階のところへ上がってきたんですけども、少しタバコの匂いが煙たかったですけども、なんといってもこの高速航行してる時に見えるこの水しぶきというのはここからでしか味わえないものとなっています。こんな感じで俺海水がねめっちゃね後ろなんですけど巻き上げられて、実はこれスマホの画面にめっちゃ海の潮がつきまして、後でめっちゃ大変なことになりました。ですが非常に乗ってて爽快感がありましたよ。なんといっても風が強いですからね、スマホがね吹き飛ばされてもうねこの日本海に落としそうになりましたけども、なんとかセーフといった感じでした。こっちには救命ボート、やっぱ中で見るのが安全ですね。なんといっても50キロぐらい出てるわけですから、向こうにはたくさんのコンテナを積んでるコンテナ船みたいなのが見えまして、今度は喫煙ルームの1個上ですね、ルームといっても微妙ですけども、この上の場所へやってきまして、こちらはタバコを吸われない方が展望に使ってくださいというような場所です。こっちの方がちょっとね距離が遠いですので、その水しぶきがねあんまり巻き上げられてこないのも特徴です。
ですが、風の強さは先ほどよりも強くなってまして、またまたスマホ落としそうで怖かったです。もうね、外にいるのはコリゴリだということでね、中へ戻ってきました。こちら側にですね、ゴミ箱があるのがとっても便利でして、お菓子を食べた後ゴミを捨てるのがすごい楽でしたよ。さて、しばらく走ってると、なんだこれ、海上保安庁の巡視船みたいじゃないか、というような船が現れてきました。でも、ジャパンコーストガードと書いてないので、ちょっと違いますよね。普通の船なんですけども、一瞬巡視船に見えました。フェリー渚って書いてある。さて、結構ね、昼寝をしてたらいつの間にか、博多に12キロといった距離。実は、本日朝5時起きですのでね。やっぱり、眠くなるものです。15時ぐらいに出港して到着はもう18時過ぎ、だいたい3時間半ぐらいですね、終点この福岡まで時間がかかることになりました。距離的には博多まで11キロ、新都市まで直線距離で34キロという距離ですけども、博多港へはもうあと5キロぐらいで着く予定です。日本ではもうすぐ夕方の時間になりますので、空も少し赤みがかってきてまいりました。まもなく日本でございます。もうすぐそこが博多街並みですので、電波もですね幾分よく入りまして、インスタグラムやツイッター、それからですね Google なんかも正常に 5G が入るような地域になってきました。こんな感じでですね、スマホの船舶を見れるファインドシップというような、そういう船舶を見れるアプリがあるんですけど、そちらで見てみるとクイーンビートルはずっと福岡のこの国際ターミナルから往復していることが伺えます。まあ、大体どこに泊まるのかなと思ったら、この奥の方に泊まるっぽいですよね、見てる感じでは。博多港国際ターミナルへ間もなくの到着でございます。たくさんの船と入れ違いに走ることになります。あちら側にはねすごい大きなクレーンがついていますけども、 N って書かれてる、何なんだろう。そして奥にはすごい見にくいですけどもね、その福岡空港かなんかに泊まるであろう飛行機が実は見えてるんですけども、撮影時実は気づいてませんでした。飛行機が間もなく着陸しようとしているところでしょうか、気づかなかったですね。さて船を降りてしまいまして、もう博多です。クイーンビートル、ちょっと後ろの人が来たので急ぎ目で撮ったんですけども、もう博多へ到着してしまいました。この船をそこの場所からですね地上に出ることになります。非常に楽しかった韓国旅行といいますか、1泊2日の福岡の博多の客船国際ターミナル。さて検疫なんかを受けてですね、博多からこうやって無事に日本に入国することができました。なんかねビジットウェブジャパンみたいなのがね使えない、ちょっと古い体制だったんですけど、ちょっと歩いてきて、こちらがクイーンビートルの泊まってるところ、さっきは自分ここから歩いてきたんだなという感じです。これね西鉄バスがねたくさん泊まってまして、この西鉄バスを眺めながらこの船を見ることができるっていう、もう旅行オタク、鉄道オタクにとってはですね、バスオタクでもあるんですね、乗り物オタクですね、乗り物オタクにとってはすごいもうね嬉しいサービス付きですね。たくさんのこの階層の西鉄バスが泊まってて、その奥にクイーンビートルが泊まっている、非常にかっこいいです。さて翌朝になりました。このホテルから見下ろす景色は別に絶景というほど絶景ではありません。そのね高いホテルには泊まっていませんのでね、まあといってもまあそこそこのまあホテルではあります。向かい側には高級ホテルではないでしょうか、ワシントンホテルがありまして、まあこんなホテルでダラダラしても仕方ないので、そろそろ足を動かそうと、そういうことであります。というわけで無事日本に戻ってきて、これから帰るところなんですが、場所は博多、僕の家がある関西まではこれから新幹線などを乗り継いで帰っていきたいと思います。この後福岡市営地下鉄を使い博多まで、博多から小倉に新幹線に乗り、小倉からは普通電車に乗り換え門司港まで、門司港からはちょっと変わった列車を乗り継ぎ、こちらの関門海峡を歩いて渡ることにしました。その後下関のあたりからずっとまた新幹線を使い姫路へ、そしてそこからですね僕の家へ帰ることとしました。
今回の動画ではこのような感じで韓国に行った時の動画をかき集めてですね、せっかくだしこれも動画のネタにしちゃおうということで、鉄道オタクの1泊2日韓国ツアーのお話ということでした。本当に KTX に乗ったりですね、普通電車とか地下鉄にも乗れましたし、それからまあなんと言ってもですね、韓国の独特のあの機動車の動力集中式のね、機関車を見ることができたのがね、本当に楽しかったかなというふうにも思います。またですね、今回の動画がですね、だいぶ空いてしまったのをね、すごい申し訳ないんですけど、これからもね、ちゃんと動画作っていこうと思ってはいるので、これからも皆さん、どうぞ、あまり過度に期待しない程度に期待してくださいという感じでございます。本日も本当にご視聴ありがとうございました。またどこかの機会でですね、韓国とか行ってみたいなというふうにも考えています。では、また他の動画でお会いしましょう。さようなら、ありがとうございました。